はい、どうも皆さんこんばんは。こんばんは。1月2日金曜日24時になりました。本日も始まりました、蒲田の新蒲彦。イエップ、よろしくお願いいたしま す, お願 い, しますいや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 、まあ、今年も一発目からね、もう可愛い女の子と一緒にねやっていくということで、はい、はい、お願いしますお願いいたしますということで、ね、さあさあということでね、吉根京子ちゃんですね。はい、吉根京子ちゃんです。吉根京子ちゃん17歳です。17歳。はい、またあれですか、あの新生ですか、それは。また昨年ぐらいからなんか活動してるみたいですね。あ、はい、アイドルで、はい、女優ですね。あ、女優ですか、はい、女優さん、はい、なるほど。まあ、全てあの、はい、ウィキペディアの情報ですけどまあまあでも逐一ね、チェックしているということでね。はい、はい、ということでね、さあ蒲田というのちょ、リングうるさいから止めるわ。わかりましたはい、ということでね、じゃあ本日ね、1月2日と、まあもう一応ね、あの3日になりましたけども、はい、はい、もう新年2発目ってことでね。2発目。はい、まあね、蒲田店は今日初ということでね、はい、皆さんね、はい、本年もね、よろしく、ね、お願いいたしますと、はい、はい、ということでね、はい、お願いします。今年も僕は相変わらずですよ。はい、はい、ちょっと病み上がりなんで。あ、そうなんですか。突っ込むしんどいんですよ。あ、わかりました、すいません、はい、あ、ちょっとあれですか、あの年末ぐらいに体調が。そうですね、はい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 、はい、あまり良くなかったということで。良くないですね。はい、じゃあ今日もあんまり病み上がりですね。あ、本当ですか、はい、わかりました。じゃあなるべくね、こちら側で、はい、あの処理してもらえるか。はい、わ、はい、かりました、よろしくお願いします。ということでね、さあということでね、久々の登場ですよね。はい、はい、じゃあすいません、はい、改めて自己紹介すいません、お願いします。よろしいですか。はいはい、皆さんお久しぶりです。はい、お待たせしました、とんがりです。はい、とんがりさんです。とんがりで出てんねや。とんがりという体で。なるほど。そうですね、だいぶ、いつぶりですか。ちょっと前回何言ったの、前回は。前回ははい、戦国乙女ですね、スロットの戦国乙女。だいぶ前やで、それ確かそれが自分の最後だったと思います、はい、だいぶ前やな。 ですよね、はい、僕もちょっとだいぶうろ覚えというか、はい、あれなので、まぁ、ちょっとね、まあ、久々ということでね、はい、はい、まあ、そんなね、緊張せずにね、はいそうですね、はい、リラックスしてね、はい、やっていただければね、いいと思いますということでね。じゃあ早速ですが、はい、あ、告知の方は、はい、5日月曜日ですね。5日月曜日、はい、入れ替え初日予定となっておりまして、はい、まあ、その辺の寝台が出て、入るということですね。はい、吉本タウン、はい、アマデジで今日ね、やりますけど、アマデジ、ゆうぱちで言ったら、はい、戦国乙女とか、戦国乙女、大将軍とか、大将軍、服部君とか、はい、その辺がいてきますね。はい、あとはスロットはサラリーマン金太郎が入ると、はい、いうことと、その日5日月曜日は挑戦時間が変わりますので、はい、9時15分から、9時15分、はい、いつもは9時半ですけど、はい、5日月曜日は9時15分から、はい、抽選開始となりますので、はい、遅れず来ていただけたら幸いですね。はい、そうですね、はい、皆さんね、お願いします。はい、お間違いのないようにね、はい、していただければと思いますということなんですが、じゃあ早速本日の質問の方ですが、はい、本日は、はい、アマデジバラエティということで、はい、はい、まあ、いろんなアマデジですね。そうですね、はい、まあ、一応前々回ですか、もうやったような感じで、はい、はい、まあ、いろいろね、寝台が入ってないんでね、まだ。そうですね、うん、はい、だからまあいろんなマネジをぐるっと打ってって、はい、はい、で、そんで、まあ、当たりぐらいで、まあ、変えてっていう感じで、そうですね、いきましょうかね、今日はね。そうですね、はい、ということでね、じゃあ本日はこのね、2人でやっていきますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、すいません、コメント拾っていきますね。こんばんはってね、皆さん明けましょう、おめでとうございます。おめでとうございま す, いますね。おにぎりさんかっこいい。いや、全然ですよね。オギー、オギーを激おこにして、ニコ生禁止になったとんがりくんや、ね、あれ懐かしい思い出ですか、これ。なんかちょっと話盛られてる感じがする。本当ですか。でも怒らせたんやろ、でも本日は気をつけます。はい、ということで、はい、ですね、ね、今日はね、アマデジね、打ちますよね。はい、左のシャツ、出すぎやと、ね、まあちょっとね、はい、出てますからね、はい、ちょっとすいません、ね、緊張で。はい、みかん食べようってね、どうぞどうぞということでね、じゃあ本日もね、やっていきますんで、お願いします。一応、はい、当たったら、はい、チェンジって感じ で、ね、次の機種って考えてるんで、はい、見ながら、はい、
この機種やってくれっていう感じでリクエストがあれば、ね、はい、それに行きますんで、はいはいはいね、やっていくんでお願いします。日暮らしのリクエストはいらないんでそうですね、速攻行っちゃうんで、ちょっとそうですね、はい、もうしかもそれしか、はい、打たないんでもう、言う聞くまでみたいなね、はい、あれになっちゃうんでね、はい、はい、ということでね、よろしくお願いします。お願いします。CM 入ります。全然わからん、いきまーす、ね、じゃまず最初はね、はい、はい、CRF フィーバークイーン2と CRF 被弾のアリアをね、はい、打っていきたいと思います。はい、この子やな、誰かわからんけど前は打とう、打とう、いきます。はい、どうぞお願いします。ちょっと待ってね、今ね、ちょ音でかいな、フィーバークイーンちょっとでかいですかね、でかいです。はい、いじれますかね。アリアはちょうどぐらいですか。そうですね、というかやっぱ フィーバークイーンでちょっとあのアリアが拾えてないぐらいですね。めっちゃでかいやん音。ちょっとすいませんね、外します、ね、どうやって買えるのそれ。はい、扉が開いています。はい、おにぎり自演コメ違いますよね、実機種当たるまで帰れません。いや違います、今日は別にね、そういうね、知ってる企画じゃないんでね。はい、おにぎり箱蒲田の皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ね、今年もよろしくお願いしますよ、今日の蒲田さんね。はい、はい、日暮らしお願いします。ちょっと日暮らしじゃないですね、日暮らし好きですっていうことね。はい、セイントセイ、あ、セイヤはあるのかなとかするんで、ありますね、ありますね、一応セイヤも3つぐらい隣にあるんで、そうです ね、 ちょっとねリクエストを、はい、まあそれ以外、セイヤ以外なければそれでいきますわ。そうですね、わかりました、ね、まあ、他にもね、いろいろね、バイオハザードとかね、わかったそれ、はい、どこっすかね、これストリートファイター、ね、こっちで帰られへんの、ね、あ、帰られへんな、絶対無理やんな。そうですね、ないもんな、なんも、はい、フィーバークイーン、なんか多分つまみあるやろ、ひねるところ。あ、ありました、うん、すいません、ね、音量変えられへんとかないから、はいはいはい、はい、ね、すいませんね、外しますよ。はい、蒲田の皆さん、明けましておめでとうございます、今年も楽しませてくださいってことでね、ありがとうございます。今年もね、やっていきますよ、どうぞ。一回入れてみたいやん、たま、はい、スタートに、はい、よいしょ、ね、ちょっとすいませんね、今ね変えてますんでね、ちょっと待って、お待ちください。はい、おにぎりかっこいいでね、どうも。えんちゃん、はい、この体大丈夫、ね、あ、OK ですね、はい、はい、大丈夫です。すいません、かなりちょうどいいです。はい、フィーバークイーンの音楽はかなり好きだなーってことでね、はい、結構ね、フィーバークイーンシンプルなんですけど、だいぶ人気があるみたいで、はい、かまってではどうですか、フィーバークイーンは。いや、稼働良好ですね。良好ですか、ね、これ多分忘れんように音量また戻さなあかんで、はい、はい、ね、こちらね、はい、お待たせしました、はい、お願いします、ね、はい、逆にこれ、こいつちっちゃいんちゃうと思うねんけどな、俺。あ、アリアの方ですか、うん、はい、そうですね、そうですね、アリアあんま拾ってないですかね、これね、元の音量がちっちゃいんかな、ですかね、はい、ね、はい、うるせえ、はい、明けましておめでとうございます、どうもおめでとうございます、おめでとうございます、ね、よろしくお願いしますよ、ということで ね、いや、7や、結構でかいわ、ね、本日はね、新年ね、キコーナチャンネルではまあ2回目ということでね、はい、蒲田初放送ということでね、よろしくお願いします。いや、どうした、年末年始、まあ、まだあの、ね、年始ですけども、お客様の方は結構あの入られてますか。まあ、ほどほどってやっちゃいます、ほどほどぐらいですかね、はい、ね、ちなみにその大晦日とか、あの初詣とかは、お、あのお二人とも
行かれましたか。あ、とんがりは行きました。あ、本当ですか。ちなみにここら辺だとどこに行くんですか。いやでもその時自分実家帰ってたんで埼玉の方で。はい、埼玉の方で。あ、埼玉、はいはいはい、はい、埼玉の実家。実家埼玉です。埼玉のどこ。ねえ、埼玉俺草加市 しか知らん。草加市なんや。、はい、俺知ってんで草加市。草加市だけ知ってんで。そうなんですか。、うん、なんで草加市、逆に草加市だけなんですか。ねえ、草加せんべいとかありますよね。草加市逆に草加せんべいぐらいしか、ね、あ、逆にない。もうそれがもう最初で最後みたいな。最初で最後。あ、そうですか。まあね、あの自宅の近くの神社ということですかね。はい、はい、池澤店長は行かれましたか。はい、初詣行くわけないじゃないですか。31も1日も仕事やのに。あ、もうやっぱ連続でお仕事だったんですか、やっぱり。あと、まあ私は基本的にああいうの信じない方なんでね。ああ、そこで神社仏閣とか あれだから最、はい、強いて言うなら、はい、あの初詣に行く側ではなくて、はい、初詣に来てる人たちからどうやって、はい、商売するんだって、そっちを考える方が楽しいですね。あー、うん、初詣に来た人たちからどうやって、まあ言ったら、まあ、もう、まあ、儲けようかじゃないですけども。そうですね、はいはいはい、神社の書き入れ時なんで、 あっちサイドに回りたいですね、私は。はい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 、はい、それこそあの屋台とか。いや、屋台はまたそれ、はい、屋台はだって年がら年中じゃないですか。はいはい、あの時はやっぱお寺とか神社。あ、もうあれですか、まあ、神社でしょうね。もうあの神社のってことですか。そうそう、が、はい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 、年一のイベントなんでね。はいはい、まあそうですよね、書き入れ時、3ヶ月ぐらい前から入り込んで、はい、プロデュースしたいですよね。どうやって前年対比超えるかっていう。はい、前年対比ってシステムなんですか、そもそも。ねえ、なかなかああいうのはね、あの帳簿に乗んないような気がしするんであれですけどね。新しいですね、神社仏閣をプロデュース。いや、そっちの方が絶対おもろいでしょ。まあ確かに意外とというか、まあね、いやだから私のおかんとかの年とか、はい、じいちゃんばあちゃんの年はね、はい、私以上に絶対ああいうのは信心深いんで。まあそうですよね。まあ行け行け言うけど、はい、いやそんな知らんやんって話なんで。まあまあ、まあ、行ったところで結婚できひんやんけって話なんで。こっち側は。なるほどね。あの実利がないじゃないかと、確実な。そうそう、はい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 。あ、でもあれですね、もうじゃあ とことん現実主義というか、だいぶね。ですよね。はい、あ、じゃああれですか、あの願い事、それはあれですか、あの子供の頃からですか。いや、例えばあのサンタさんいるいないとか。サンタ小学校3年か4年ぐらいで、はい、確かいないっていうことに気づいたんちゃうかな。早いっすね。それはな、何きっかけですか。プレゼントがなかったから。なるほどね。他のみんなはなんかもらったもらったって言ってるけど、うん、うちだけなかったみたいな。普通になかったっていうので。これサンタいねえなって。うん、確かにそうですよね。サンタさんいれば絶対自分のとこもあの来てますからね。なるほどね、サンタね。なかなかね、新しいですけどね。はい、こんばんは。おにぎり明けおめなんて言わないからね、絶対だからねっていうね、これ何の振りでしょうかね、これ。はい、明けましておめでとうございますね。今年もね、よろしくお願いいたしますね。はい、本日はね、アマデジバトルですよね。じゃあですか、とんがりさんはあのお休みあったんですか。もう普通にお仕事ですか。あ、1日あのお休みいただきまして、はいはい、実家に帰らせていただいて、はい、で、初詣行ってみたいな。そうですね、はい。あと何しました、正月とか。あとはですね、うち行ったりとか。いや、うち今年まだ初めて今年打ちましたんで、これ。あ、今日これがフィーバークイーン初打ち。はい、2015年初打ち。はい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 、いいじゃないですか。はい、いい感じにね、荒れてくださいね、バッチリ。はい、頑張って荒れます。お願いします。ね、あ、福袋買ったってことなんですかね。ディア今日も仕事やのに、どうやって。ね、はい、体調悪いし。池田店長はもちろん、はい、正月一発目から病院行きましたからね。あ、病院ですか。救急病院に。本当ですか。昨日行きましたよ。風邪ですか。風邪じゃなくてですか。いや、だからその診察してくれた先生も、はいはい、あの私服やったんで。私服、あー、多分あの1秒でも早く帰りたかったんでしょうね。あー、ちょっとこれよくわかんないけど風邪じゃねえんじゃねえかって言われて、とりあえず、まあ、はい、風邪薬も出しとくわって言われて終わりましたね。結構風邪以外の病気も多いですけどね。何かよくわかんないっていう、結局逆に怖いですよね。風邪以外じゃねえね。性病、いえ、なんでもないです。いや、性病。インフルエンザの検査だけはちゃんと受けました。あ、はいはいはい、当たりました。当たりました。フィーバークイーン、
じゃあ当たってあ終了したら、そうですね、次の機種さあ、ということでね、じゃあ次の機種どうしましょうかね。何かリクエストでもあれば、そうですね、せいだけ今来てんの、はい、そうですね、今打ちたい機種で来てるのは、そうですね、せいやとね、あと皆さんね、あの他にも、はい、台ありますんでね、はい、例えばですね、ラブジョー、あ、ラブジョーも裏、裏ちゃうか、はい、これ対面にない、すぐそこにあるんで、はい、ラブジョーもありますよ。はい、あとバイオハザード、コマコマクラブとかね。コマコマバイオはどこやったっけな。コマコマそこにあるわ。バイオ隣にあるやん。はい、ありますね。それじゃあどんどん映ってきます。今、名前挙げた人、これうちの配置図知ってるんじゃん。ねえ、いい感じのところ行ってくれます、はい、アマデジ縛りで、今日そうですね、あの島がね、あのアマデジの島にいますんで、はい、そちらのね、だいぶいろいろ打ってくってことなんでね、はい。あとそうですね、ある機種でいうと、まあ、ルパンのアマド、あ、主役はゼニガとか、あ、断密も ありますね、はい、断密でもここのコースやったっけ、断密ここの裏に、はい、ある、はい、ありますよ、ねえ、はい、アリア赤保留ですかって、ね、あ、ごめん、全然見てなかった、ねえ、それは、過労なのではブルブルって言うんですね、はい、いい加減な医者だなってことでね、まあ、正月なんでね、ヌーベはちょっとヌーベね、島にはないんですよね、ヌーベないわ、はい、あとあるのがですね、北斗ジボーとかね、もうそれ移動したらいいやろ、はい、フィーバークイーンはね、じゃあ次、じゃあとりあえずね、じゃあまあ近場っていうんでバイオぐらいにしますか、バイオ行きますか、はい、隣やしな、はい、じゃあ次ね、バイオハザード、ね、バイオハザード行きます、打っていきたいと思います、これテストモードあれ電源オフで復活する治る元通りになる、あ、そのままにしとけば勝手に治る、治る、はい、そうなんや、はい、V3 はってことなんですよね、 V3 あるよ、仮面ライダー、あれ仮面ライダーこう、あ、ここにないわ、ここはないですね、ここはそうですね、はい、あとも釣りバカにし、トラック野郎とかね、氷川きよし、トラック野郎と氷川あるな、はい、ね、じゃあすみません、じゃあどんどん当てなあかんやん、ね、まあそうですね、バンバン当てちゃってね、はい、はい、新年早々ね、いっちゃってください。さあ、ごめんなさいね。音量、こんな感じで大丈夫ですか、ね、はい、ここで、音量そうですね。とりあえず今のところ大丈夫です。はい。はい、バイオハザードということでね。じゃあ、バイオハザードをやっていきます。はい、CR バイオハザード、これいつぐらいの台ですかね。これ、いつぐらい、ね、バイオ？はい。バイオハザードです。去年の10月とかやったんちゃうかな、10月ぐらい、違うな、ごめん、違うマックスのバイオが、はい、去年の12月やろ、はい、3月と4月ちゃうかな、3月4月ぐらい、多分多分、ありがとうございますね、もうちょっとしたな、はい、増殖カーってね、間違えたバイオってことね、はい、バイトって、あ、失礼、バイオってライトミドルじゃなくてアマなんだねってことなんですね、あ、まあ、アマっていうか、129分の1ですね、はい、そうですね、はい、129分の1、確認確率が 80% ってことね、バイオ、増殖カーってことね、まあね、バイオゲームやられたことありますか、お二人は、ありますよ、はい、あります、あ、本当ですか、はい、ちなみにあのー、どのシリーズがとかあります、いや俺ね、はい、1ぐらいしかやったことないわ、あ、いいですね、1ね、妖怪編一番最初のやつ、はい、ね、自分結構やってますよ、はい、でも、あ、本当ですか、1、2、3、1、2、3、でも1とかちょっとあんま覚えてないですね、やったんですけど、ね、まあ、1は妖怪編、はい、で、2が、まあ、街に出るんですよね、そうですね、はい、で、3もあの街の中でまた続きみたいな、はい、はい、で、次はコードベロニカでしたっけ、あ、プレステ2の、はい、ちょっとやってないですね、で、4、5みたいなね、感じですよね、はい、はい、いやでも最初の頃とかだいぶ怖くなかったですか、あれ怖いですね、ですよね、俺正直あれ一人でできなかったんで、はいはい、大学の時だったんですけど、サークル あの後輩はあの横に置いて僕あのずっとやってましたもんもっと怖いの知ってます、ゲームで、ゲームですか、はい、何あります、ちょっとあんまり、あのね、2個あるんですけど、はい、1個はサイレンですね、はい、あーサイレン、めちゃくちゃ怖い、はいはい、あれバイオは、はい、こっち武器めっちゃ持てるじゃないですか、まあそうですね、ショットガンから、であと一応はい、軍人とかでしょ、はい、そうですね、あのサイレン一般人なんで、そうです、はいはいはい、うん、そうだそうだ、武器はあんま持ってへんし、はい、まあそうですね、基本的に基本なんか逃げるってやつが、はい、
逃げてどうにかするやつじゃないですかね。あ、そうですね、逃げてかわしてみたいな感じですからね。あとなんかもう一個はね、はい、あのこっちの武器がカメラなんですよ、はい、心霊写真撮るっていう、ゼロゼロゼロ、あれめっちゃ怖いっすよ。そうですね、あれはゼロは怖いですね。めちゃくちゃ怖いです、除霊するんですよね、あれで。そうです、そうです、カメラで、あれはめちゃめちゃ怖いですね。確かに思い出した、思い出した。だからね、とてもじゃないけどですね、あの できないですね、あそこら辺は一人じゃ僕は、ね、できないですね、はい、できないですよね。はい、あまりニンニクマンあってもやめてねとかね。はい、お、熱いですか、タイラント。熱いです、タイラント、ね、まあ、もう全員大集合じゃないですか、これ、ね、赤字ね、フリスいきますよ、ね。はい、バイオは昔、プレステからやってたってことだよね、まあ、ね、ゲームとしてはね、めちゃめちゃ面白いですからね、あれね、はい、さあ、どうでしょうか、これね、はい、来い来い、さあ、プッシュ、ちょっと弱い、いや、だいぶ弱いですかねちょっとね、頑張れ、もうここで行ったって思うんですけどね、もうこういうシーンからあってあってきてますね。さあ、どうだ、いけるか、当たってくれ。あー、やばいやばいやばい。あー、クリスさよならですね。あー、痛い痛い。あー、終了。おー、ねえ、You are dead。 ねえ、死んだーって ね、 ね、はい、池澤店長って、泳げたいえくん世代ですかってことなんですよね。そうですね、はい、まあ確かに、はい、ちょっと見てましたね。あー、泳げたいくん、え、あれ曲ですよね。曲ですね。曲が流行った、ね。流行、うん、そうですね。ねえ、シモン雅人でしたっけ。ね、子供の時ですけどね、もう。あ、はい。バイオ、バイオ金黄色ってことなんですよね。あれさっき保留は何で当たったんですか。保留ちょっとなんかチャンス。チャンス、あ、なるほど。チャンスアップですね。タイラントって熱くなかったっけっていうね、いや残念ながらちょっとね、なんか熱そうだったんですけど、熱そうだったんですけど赤字も入ったんですけど、残念ながらね、青カットインがあったんでね、もうそこではいさよならみたいな感じで ね、死んだってね、ハーブがなくなった時の絶望っていうね、いやありますねで、あの生地セーブしたね、あのしてるからもうどうしようもない時とかね、敵がね強い時ありますよね。怖いゲームなら、アウトラスト、これも一般人だし武器は一切ないと。アウト、あ、アウトラスト、知らんな。あ、ありますか、アウトラスト、ね、まあ、結構ねゾンビ系だったらなんか、あ、なんでしたっけ、プレステ3でデッドライジングとか、なんかそんなのねあったりしましたよね、はい、もう一つの一つの怖いゲームは何ですかってことね、ゼロとサイレンですね、はい、そうですね、ゼロとサイレン、ヒスッタ、ヒスッタってなんですかね、ヒスッタ、ヒスッタね、わかんないってことですよ ね、 あ、でもね、あ、じゃあトンガイさんどうですか、 ゲーム結構やられるんですか。ゲーム、そうですね、前結構やって、はい、最近ちょっとできてないですね。ああ、何系のゲームが好きなんですか。あ、でも自分幅広いですよ、バイオハザードも、はい、でもホラー系ちょっと苦手ですね。ホラー系苦手、サイレン買ったんですけど、はい、なんか最初の一面ぐらいでちょっともうきついなみたいな、売りに行きました、ね、怖すぎてみたいな、怖くて、じゃあですか、じゃあ、あの他にもじゃあロープレとかアクションとか、もう そこら辺も全般触ってくる感じ。ベタなドラクエとかも、はいはいはい、まあ好きですね。あ、好きですか。なんか前ちょっと俺、友達とちょっと言い争いになったんですけど、ファイファンっていうか、FF っていうかみたいなありませんでしたなんかそういう、ちなみにファイナルファンタジーのことは、なんて言ってました。自分はファイファンっすね。あ、ファイファンですよね。ファイファン派です、埼玉は結構ファイファンですよ、ね。あ、埼玉は結構ファイファン多いですか。はい、松崎調べる。あ、なるほど、松崎調べだと。はい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 、とんがり調べると埼玉はファイファン多いしみたいな。ファイファンが多いはずですなるほど、ありがとうございます。クロックタワー怖いっていうね、これも確かプレステのゲームでしたかね。はい、今までやったゲームで一番好きだったやつはってことなんですよね。とんがりさんありますか、一番好きだったゲーム。一番好きだったゲーム、はい、多分結構マイナーな感じになっちゃうんですけど、あ、いいっす、いいっす、いいっす、なんかワンダと巨像ってやつで、あー、いや、ワンダ結構有名じゃないですか。あ、そうっすか、あれ、あ、来ましたね。お、いい感じか、ね、アンブレラ、ワンダと巨像ね、結構ベスト版とかにもなって、プレステ3でもなんかデジタルリマスター版が出てますからね、はい、あれね、はい、ワンダ、ワンダと、はい、
巨像って言って、まあ、知らんわ、はい、あのワンダという、まあ、あれなんていうのね、まあ、青年っていうか、はい、あれがものすごいでっかいあの巨像にあの登ってどうにか倒すっていう、で毎回毎回どん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 ね、あの巨像がで、あのね、あの大きくなってくるんですよね。そうです、もう最終的には本当はあのや、あの山みたいなやつ、ね、そうですね、はい、であの弱点があってそこをあの狙いながら、で、あの背中とかあの登る場合にあの握力ゲージとかがあるんで、そこら辺を調整しながらうまくやっていくっていう感じのゲームなんですけど、はい、あれ確かに面白いですね。あれ面白いです、だから同じあれで言うとあのソニー、あれソニーですよね。あれソニーでしたっけ、はい、会社の方はどうか分かんない。確かソニーで、で、あのそれと同じゲームで、あの、はい、イコっていう、あー、はい、あーでもそれもやったような。あ、本当ですか、あんまり記憶ないですけど、そう、あそこら辺結構ね、面白いですけどね。はい、おばんどすってことね、どうもおばんですってことね、ワンダコーヒーかな、いや違いますね、モーニングショットじゃないですね、ワンダと巨像っていうゲームですね、はい、ね、さあアリア、あれアリアはまだ当たってないですよね。当たってないですね、はい、ね、99分の1でね、 ST90 の55、加減 55% と、ね、なっておりますよね。はい、バルキリープロファイルが一番好きです。あ、これ知ってます？知ってますね。あ、ですか、これどういうゲームですか、俺ちょっと全然わかんないですけど。横スクロールで、はい、アクションロープレじゃなかったっけな。え、スーファミかなんかですか。スーファミからあったと思う。はい、かプレステからか。はいはいはい、プレステかな。プレステ、うん、はい、バルキリープロファイルが一番好きですね。はい、朝はワンデーやでみたいなね、まあまあね、朝飲むことね、多いですからね、ね、ゲーム池澤店長はあれですか、あの日暮らしがお好きですけども、日暮らし以外でそういう、はい、まあ、なんですかね、まあ、あのそれ以外のゲームであの歴代好きなゲームとかあったりしたんですか。ドラクエ3か、はいはい、信長の野望シリーズですね。ああ、はい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 、子供の頃はドラクエですね、はい、あ、ドラクエ、はい、はい、で、まあある程度大人になってからは信長の野望ですね。はい、はい、あれ何ゲーっていうんですかね、あれ、まあ、RPG かシミュレーション、はいはいはい、系ですよね、はい、まあ、ちなみに今日ね、あの信長の野望もね、ありますんでね、ありますね、皆さんね、はい、ぜひね、はい、まあ、他ね、いろいろ台ありますんでね、あの見たい台あったらね、ぜひね、はい、まあ、近くのあれで言うと、まあ、コマコマ釣り場か、まあ、ルパン、アタックナンバーワン、断密ビーバップ、スーパーマン リターンズラブジョーとかね、ありますんで、あとセイントセイヤですかね、で北斗ジボーとかそれありますんでね、はい、はい、自分はレミングスレミングスかなーってね、プレスちゃうかな、それ。あ、これもプレスですか、ちょっと僕はずみですね、何気でしょうね、こんばんはーで、ね、どうもこんばんはー、こんばんはー、はい、今日初打ち行ったらお年玉が出まくった気候な、ありがとうと、ね、いやいやいや、こちらこそね、ありがとうございますよ、ね、撮りますんでね、はい、あれちょっとすみませんね、全然当たらへんな。あー、すみません、ちょっと失礼しました、番組が切れちゃいましたね、今すべて、はい、あ、いや、今一応でもあの録画撮れてるのでちょっとすぐ今撮り直します。にちゃんすか。はい、にちゃんが、にちゃんの調子が悪い。いや、すみません、僕の多分枠の取り方が悪かったらちょっと一旦番組終わっちゃったんですみません、すぐ撮り直します。はい、すいませんね、一応あの録画はしてますので少々お待ちください。はい、全然当たらんな、ほんまに。結構当たんないですかね。なんか、はい、すみません。
これ音ちっちゃいよな、どう考えてもこいつ。バイオは元からそれ、その大きさやった？いや、調整しました。変えた？はい。これ元からこれやねや、絶対ちっちゃいよな。ちっちゃいですね、全然。ちょっと後ろやろうかな。よし、はい、すいませんね、ちょっと待ってね。なんでこれか、知ってますかね。はい、OK です。すいません。大変失礼いたしました。はい、はい、戻りました。でね、いやー、皆さん大変申し訳ありません。ちょっとね、私の枠の取り方が失敗して番組がちょっと一旦切れてしまいました。申し訳ないです。まあ、おにぎりやからしゃあないな。すいません。込み込みやから。新年早々、ほんとに。込み込みで雇ってるからしゃあない。はい、うん、いやー、もう早速ね、一発目からちょっとね、こんなミスは本当に嫌。今年もよろしくお願いします。お願いします。はい、気をつけます。すいません。言ってますかね、皆さん大丈夫でしょうか。おにぎりクオリティ、いや本当申し訳ないですね、今日30分枠で送るので、いやすいません、大変もうあっという間に消えてしまってね。君、枠取りうまいね、いや本当申し訳ないです、もう何も言えないです何も言えないです、もう新年早々もう申し訳ない。さあね、まあね、気を取り直してね、ね、はい、こら、びっくりしたよって、すいません俺もすげえびっくりしました、まあ、とりあえずね、一応持ち直しましたんで、はい、ここからね、通常でね、やりたいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします、ね、はい、失礼しましたね。せっかくのね、さっきまでね、ゲーム談義があったんですけどね、ちょうどブツってね、消えてしまったので、はい、大変申し訳ないですね。これ、被弾のアリアはこれアニメですよね。あんま知らないですね、私。でもアニメでしょうね。アニメですよね。コミックもあったと思うけど。あ、本当ですか。ね、結構に割となんか聞くと視聴者さん的には結構人気。人気みたいですね。はい、割と人気なコンテンツですね。はい、筋肉マンかこれ、うるさいのは。ちょっと RTC 入りましたかね、今ね。京楽も考えろよ、お前。なんでこの時間に RTC がいんねん。ねえ。あれですか、電源入れてからとかそういうやつですか。だから電源入れてから1時間後で延々繰り返すんですけど、サミーはその辺考えてて、はい、あれ昼の3時と夜の8時ぐらいしかならないんですよ。あ、そうなんですか、うん、はい、ただ1日2回なんですよ。はいはいはい、ほら1時間おきにこんなことするから、ほんまにそうですね、もうね、激おこですね。なんでこの時間にいるねって話だよ。あ、そうですね、普通にやったらね、びっくりしますからね、はい、関西の、キコに、相談しちゃいそうだと、いやすいません、大変申し訳ありませんでしたね。おにぎりやらかしちゃった、いやすいません、もう新年早々やらかしちゃいました、ちょっとね、今年1年使ってね、償っていきたいと思います。さあ、ということでね、なかなかバイオちょっと あれからさ寂しいですね。バイオちょっと、当たらへんの、ちょっと当たね、まあ、フィーバークイーンがね、最初ねバチってね、はい、聞きましたけども、あれ、とんがりさん、あれですか、まあ、スロットとバチだったら どちらが好きですか。スロットとバチだったら、はい、まあでも、行ってる回数的にはパチンコの方が多いですか、ね、あ、パチンコの方が多いですか、はい、はい、ちなみに最近よく売ってる台とかは。最近ちょっと行けてないんですよね。はい、あんまりじゃあ打ってないって感じですかね。そうですね、はい、ですよ、ね、はい、さっきは何があったのってすいませんね、私のちょっとね、枠取りが失敗して30分でね、終わってしまいました、申し訳ありませんね。はい、AKB とか筋肉とか、マジうるさいっていうね、まあ、AKB 結構うるさいですよね、あれもね、はい、おにぎりかっこいいやってるんですよ、ね、はい、PC 重くなって再起動したんだけど、おにぎりがもしかして、枠取りミスった、いや、はい、私のミスです、はい、はい、大阪弁のドスの効いた声の人怖いってことね、はい、池澤店長ですからね、はい、RTC はあんな時間にね、いらないんじゃないかっていう話をね、しました、はい、休みボケしとるとかなんですね、すいませんね、僕三が日普通に仕事なんでね、はい、はい、仕込みはできましたかっていうね、ちょっと仕込めなかったですね、バイオもちょっとね、アリアもね、あんまうまいこと言ってないですね、はい、この時間に
貞子鳴り出すよ、あ、鳴り出すよりいいよってね。貞子はめっちゃ怖い。貞子怖いですよね、あれね。なんかドドドドドミ、あのみたいな感じのあの音、ね、ちょっとね。貞子は違う意味で止めたくなんねんや、はい、違う意味で怖いから。ああ、そうですね。いやだから僕もあのホールさんで配信して、あの最後終わった後にあの一人であの片付けしてるじゃないですか。ああ、怖い。ああいう時に、いや、そん怖いですよね。最後めちゃめちゃ怖いんですよ。あれ怖いわ。でしかもなんか急になんかカンとかいう音聞こえて、あれ誰かいんのかなと思って誰かいるかなって見たら、その島誰もいないみたいな。ちょ、勘弁してくれよと思いながら。ありますからね、はい、おにぎりさん何かありました？すいませんね、あの私がね、あの枠取りを失敗しました、今日スタート遅れた、いや、あのスタートは普通だったんですけど、ちょっとね、30分でね、あの枠は終わってしまったという感じですね、枠取りそんなすぐ追加で取れるんですか？そうですね、基本的に、はい、まあ、一応その同時刻に番組がなければというかあれなんですけど、はい、大丈夫です、はい、それと改めまして、こんばんは、どうもこんばんは、ということでね、はい、フィーバークイーン見たいなとかなんですね。いや、フィーバークイーンね、もう一番最初に終わってもうたから、はい、当たってしまったのでね、はい、まあ、一応ね、あの YouTube にはね、はい、あの1本で丸々ね、つながって あげれますんで、はい、そっちの方でね、見てね、おにぎりよかったね、2人優しくて、いや、本当にもうね、頭下げるしかないですね、これもね、はい、土下座もんですもん、本当に終わった後もね、さあとかね、もう病み上がりやからね、はい、突っ込めないんですよね、あんまり。いや、すいませんね、もう新年早々もうあのご迷惑をおかけしましたね。まあ、もうね、はいはいね、俺が言うのもあれですけどね、まあね、気を取り直してね、行きましょう。はい、ね、だいぶからから言ってますね、俺一人でね、はい、あとね、はい、スライディング土下座やね。そうですね、スライディング土下座、はい、お、ウエスカー、ウエスカー来たぞ、ね、赤カットイン、ね、さあ、どうでしょうか、チャンス来るかね、チャンス、ね、ウェスカーこれね、おっと、あ、切り裂け、あ、下のね、液晶がありますからね、ちっちゃいね、はい、次はコマコマでいいよ、隣だしってことでね、コマコマ見たいですか皆さん、コマコマクラブ、豊丸さんの意外と人気なんですけどね。あ、そうなんですか、意外とね。いや、僕そのプレスとか PV 見たときに、これはなんだといういろんな意味でなんだ、なんなんだこの台はっていう、ちょっとどこやったっけ、それマルホンやったっけ、これあれですね、豊丸さんですね、豊丸さんかな、はい、さすが豊丸さんっていうね、でまたこのな、何ですかね、この外国人の女の人何みたいなのどういう感じの人なんだろうみたいなね、はい、おにぎりミスしたから、こちょこちょの刑に処すっていうね、いや、まあ、甘んじて受けれますよね、はい、見たくないっていうの、こまこま、まあ、でも割と人気だったけどね。さあ、役物をしてきましたよ、バイオ激アツ、チャンス、お、また、あれ、これさっき見ましたね、タイランド、リベンジ、スーパータイランドね、3人、 これ3人はあのデフォルトなんですよね、どうなんでしょうか。さあ、来ましたよ、タイランド、怖い怖い、さあ、来るか、ね、おにぎりかっこいいかですよ、かっこいいかな、ね、ないっすよ、僕はね、おう、これなんかね、キャラクター武器持つキャラクターによって違うんですかね。あ、そうなんですか、ね、まあ、さっきはクリスで、今ジルですからね、はい、だからこの後に、さあ、ここですね、あ、タッチ、はい、お、テントウムシ柄、これはもらったでしょ、これはもう絶対来ましたね、テントウムシ、テントウムシ来ましたよ、ウエスカーテントウムシね、ウエスカーテントウムシですから、さあ、どうだ、来るか、はい、来たー、当たりましたね、マジか、はい、ね、タイランド撃破、やったー、いやいいね、さあ、ヒダンのアリアもね、ちょっとね、あの役物がね、今ちょっと動きましたけども、あかんわ、あかんすか、この銃の役物面白いですよね、小気味っていうか、さあ、どうでしょう、さあ、バイオハザードね、当たりましたよ、はい、個人的には銀河乙女のアマが楽しみですっていうね、年明けですね、年明け、はい、にね、導入ということでね、はい、もうちょっと待ってくださいね、皆さんね、はい、フェイスオブハンニャが見どころ、あー、なるほどね、コマコマクラブですかね、
はい、カメラの移動大変でしょっていうね、まあそこまで今日はね離れてないので、はい、多少ねあれだったら全然問題ないので大丈夫ですよ。はい、バイオもう一押しあればっすね。もう一押しバイオがあるんですか。ね、和骨ってね、その台、保留変化あるのとかですよね。これどっちですかね。バイオの方ですかね。どうでしょうかね。まずね。はい、こまこま意外に好きですよ、まったりするよーってね、ツッコミどころ満載でと、まあ、ツッコミどころ満載ですよね。そうそうね、今度は豊丸さんがね、これも5日ですか、5日というか、あの相撲の、あのごっつぁんです、あれもね、出ますからね、はい、山ちゃんなら外すっていうね、さっきのはね、当たりですかね。はい、コマコマは2ヶ月に1回ぐらい無償に打ちたくなる。あ、本当ですか。あ、じゃあだいぶ人気あるんですね。私服ならチャンスアップとね、とんがりさん絶好調ですねっていうね。いや、いい年になりそうだ。いい年にね、今のね、フィーバークイーンとバイオもね、チャカタタンってね当たってますからね。はい、バイオ出玉少ねえんだよなっていうね。ちなみにそれな、え、な、何ラウンドだったんですかね。こう、さっきの、あ、何ラウンドだろう。リーチアクション表みたいやん、乗ってるやろ。振り分けでいうとこのねえ6ぐらいですかね。6ラウンド、はい、ね、モンスターハウス新作出ないかなっていうね。モンスターハウス、モンスターハウス、モンスターハウスってこれ台ですか。それは何、どこのやつやったっけ。これどこなんでしょうね。すいません、僕も分かんないんですけどね。あ、保留変化、これバイオの方、保留変化、まあ、チャンスとかあるですよね。と特に保留変化 なかったですもんね、とんがりさん。はい、はい、無限地獄で枠取りミスの速報を米から来ました。握りも、握りも年末、うん、握り年末もやったよなってことでね、年末もね、アリアは銃とかフィギュアの役物が見ててスカッとするってことね。そうですね、さっきの見た感じね、だいぶね、ジャキジャキね、動いてますからね。あとね、はい、おにぎり清にというね、はい、モンスターハウスは今はミニミニモンスターかっていう、ミニミニモンスターっていう名前のあれですかね、代だってことですか。ミニミニモンスターあるじゃないですか、はい、竹屋でしょ。あ、竹屋さんのミニミニモンスター、うん、あれ ね、復刻版が確か出るはずですよ。あ、そうなんですか。予定でね。へー、じゃあ3月やったから。あ、3月ぐらいに確かちょっと、はい、日程忘れましたけど、はい、出られるということでね。はい、清にまで枠取りミスを継承させんのよすいませんね、それはそれならねすいません、はい、気をつけますけどね。さあ、バイオ当たったんでどうしましょうね。移動しましょうか。そうですね、じゃあ、はい、リクエストのコマコマいきますか。コマコマが意外と、はい、ちょっと票数があったので、はい、コマコマの方にね、行きましょうかね。意外と人気ってことだよね、豊丸さんの、ね、CR コマコマコラブ、ね、あとインターナショナルとかね。あ、また当たりましたね。当たったな、ね、当たりっぱりね、竹屋ってことでね、人気の竹屋ですよ、ね、さあ、ちょっとアリアちょっとハマってますね、だいぶ全然当たんないですわ、ね、今ちょうどこれゼロスタートですか。ゼロじゃないと思うけど、はい、まあでも200ぐらいやってるでしょうね。200ぐらいハマってる、うん、こうね、あんま難しいですからね。じゃあ、コマコマいきます。はい、コマコマお願いします。よし、扉が開いています。しいですかね、はい、扉が開いています。音はどうですかね、これ。普通に打ったら多分うるさいで、はい、はい、当たった状態で、移動するの、格変残してくれるのっていうね。いや、それちょっとないですね、多分ね。そのサービスはないですね。はい、そういうサービスのやつね。なんでよ、枠ミスったのか、エンデク本社と、松浦に苦情入れたらすいません。申し訳ないですね。もういろんなところに迷惑ですね。放送終わったかと思ったら、すいません。大変申し訳ない。ちょっとね、一応復活し。なんでいきなり2時間取らなかったんですか。はい。2時間の枠取らなかったんですか。まあ、取らなかったというか、はい。その、なんですかね。まあ、ざっくり言うと、その前回 の、はい、枠を再利用できるんですよ。あ、その時のあれで、まあ
あの時間をもう一回設定し直さなきゃいけないんですけど、なるほど、それをちょっと僕が、はい、失敗しまして、なるほどね、はい、いやもう本当に全ては私の責任でございます。はい、ということでね、こまこまクラブね、いきますよ、おにぎりのミスなわけですよ、そうなんです、すいません。はい、店長さんも、無限地獄へ来て宣伝がてら打ってみませんかっていうね、んちょうど今うちの会社でですね、あの無限地獄って言いまして、はい、全然まあ、あんまり知らないマイナー代で1万枚目指そうっていう、1万枚でそれ万枚出るまで終わらないっていう企画をやってるんですよ。でちょうど今やってる台が、はい、もうちょっと会社はないんですけどファーストさんの、はい、大江戸万有記っていう、ご存知ですか？いや知らん、はい、でいや結構ホールの人も知らないぐらいの台なんですけど、はい、ちょうどなんか4号機の終わりか5号機の初めぐらいの台なんですけど、はい、まあ、ノーマルタイプでして、うん、で設定6の機械割りが 102% とかっていう、きついな、はい、でちなみにそれやり始めて今そうですね14日目ですね。あ、それはその設定変更せんと、はい、ずーっと6のままで、はい、ずーっと6のままで3枚万枚ってことですか？そうですね、3枚で万枚です。今どれぐらい出てるんですか？しばらく、ま、一時マイナス8000枚まで行ってで年末ぐらいからちょっと徐々に伸ばしていって、で今トントン、今プラマイ0ぐらいですかね、はい、6で6です、6で、はい、っていう鬼みたいな台があるんですけど、6で 102% って、いらっしゃいますか？いや、行かない。いや、とてもじゃないけど、はい、もう液晶もちっちゃい感じのね、あれなんですよ。それ一発目の台なんですか？はい、一発目の台ですか、その企画の？あー、いや、一応歴代に何個はやってるんですけど、例えば一枚掛けセミとか、あー、はい、あれ万枚出るんですか？あれ一応と僕が入る前やつ、あれ10日ぐらいで出たらしいですね。で、その後は、走れメロスとか、あ、聞いたことあんな、それ。ART 機 なんですけど、はい、はい、どこでしたっけ？メーカーさんはちょっとごめんなさい、あんま覚えてないですけど、どこやったっけな、エマやったっけな、はい、まあ、それもそこそこ、はい、かかってっていう感じですかね、はい、じゃあボミスだったんでね、正月だししょうがないから、いや申し訳ないですもんね、はい、おにぎり今週今週分ただ働きになってもうね、はい、そんな気持ちできますね。キコノさん MC チェンジしますかっていうね、お願いします、頑張ります、はい、コマコマはクラシックモードを作るべきだったと思うよっていうことなんですが、クラシックモード、あ、この前の作品があるってことですか？コマコマクラブは豊丸さんのキラーコンテンツでしょう、はい、コマコマは。あ、そうなんですか？知らんけど知らんけど、そうなんじゃねーのぐらいの、はい、闇上がりの店長に迷惑かけるのや、すいません、今は、あ、今は3枚でプラス1300枚だよっていうね。厳しいな、だいぶ厳しいですね。で、なんだかんだ、だって理論値で20日だったんで、で、まあ、そんなうまくいくわけもなくというか、はい、ね、設定6で機械割り102とかってね、ありますよ、そういう台がね、意外とね、はい、何を考えて出してんな、いや、ほんとそう。で、演出もなんか水戸黄門が いろいろなんか全国回るみたいなあれなんですけど、あ、まあ、まあ液晶の信頼度がまるでないですよね本当に全然関係ないんですよ、ほぼだいたい、枠が光って中リールの上段に7をしてこれで入ったかどうかなみたいな感じの見るぐらいの、そういう楽しみですね、液晶いらんやん、液晶、いや、ほぼいらないに近いですねはい、はい、ナスと唐草みたいなチープさってことね、ナスと、あー、このあれですかね、コマコマのチャンスかなんかあれですかね、はい、24時間ぶっ通し放送で、今341時間経過中ですとね、店長さん来てくださいよーってね、それエンデックでやってるんですか？はい、うちの上野の事務所でやってます。へー、はい、ね、走れメロスは、あ、 JPS、ああそうか、ね、よーってね、ありがとうございます。で、一応あれなんですよね、ビッグ、赤7が、410何枚で、青7が、まあ、100枚ぐらいで、黒7が100枚いかない50枚ぐらいっていう、で、ハズレもあるので、ボーナス中の、ああ、だからハズレだと枚数減っちゃうんで、
っていう感じで、なかなか辛い台ですね。はい、ね、細かいね、いいのねって言いますね。これがキラーコンテンツなんですよね。やっぱ流行ったんですかこれ、昔に。僕ちょっと全然わかんないんですけど、流行ったあの時代あったんですかこれ。これですか。はい、どうなんですかね、どう見ていいんですかねこれ味方手背的にというか、池澤店長、これいつぐらいにあの流行ったんですかこれ、あの前のというか。いや知らへんウキペディアで見たいじゃないですか。ああなるほど、コマコマクラブいつ流行ったかみたいな、ねえコマコマ懐かしいっていうね、いや結構 いつぐらい前なのね、そこは全然ちょっとね分かりませんけども、ちょっとねアリアもだいぶだいぶハマり気味ですね。アリアステージ性能めっちゃ悪いな、はい、あ悪いですか、はあ、全然いかないみたいなね、コマコマ楽しいですかってね、楽しいでしょ、コマコマ楽しいよ、はい、あまりピンとこない感じですかね。ねいじろうってね、何をいじるんですか ね、 あね一応ね、じゃあ次ね、次の台いろいろありますけどね、どうしましょうか ねラブジョーとかね、まあ、近場で言うと釣りバカ日誌、ルパン主役はゼニガタとかね、アタックナンバーワンとかね、あとは断密ですね、はい断密、それ全部リクエストに上がってるんですか。あいや一応多分あの分からない方もいらっしゃると思うんで、はい、いくつか、はいね、あ5年前もっとかなっていうね、あそんなにないですかね、豊丸といえばコマコマと竜王伝説だった。あ竜王伝説だ、ね、はい、アタックナンバーワン釣りバカ、かなってことね。はい、初代は10年、あ10年以上前と、あ結構前ですね、ね、おにぎりわからんなら喋るね、いやいや MC ですから喋りますよそこはね、はい、竜王伝説音小さすぎってことね、はい、次アタック、15年前ぐらいかなってね、コマコマはスザンヌとコラボしたじゃんってね、スザンヌ、いましたね、そうなんだ、ねえねえ断密っていうね、あね断密ご希望ですかね、どこら辺あるんでね、はい、で次ね当たったらね、その中のね、どこら辺でしたね、はい、アニメの萌え系いらないっていうね、コマコマのですかさあ、なかなかね、本日はね、ハマっておりますよ、被弾のあり、あとは、まあ、セイントセイヤもね、さっき言ったようにありましたから、で、ちょっと遠いんですけど、これも今日打てますよね、あの羽物レレレ、はい、まあ、打てますよ、そうですよね、羽物いきますよ、ね、レレレもありますからね、皆さん、羽物、はい、コマコマは、再抽選の元祖と呼ばれている騎士と、再抽選の元祖と呼ばれている騎士ね、はい、コマコマまだ生きてたのかっていうね、いや、あの割となんか人気あるらしいですよこちらね、はい、羽物かよ俺得ってことだよね、横綱物語、レレレみたい、レレレ期待と、あ意外と いますね羽物、まあ、羽物配信やらないですからねどこも、そうですよね、あれ鎌田店は羽物はこの1台だけですか、レレレだけですね、あレレレ唯一無二、うん、レレレ、はい、はい、ありますかね、ねおにぎり、そのうち特許も入れようかなと思ってますけど、はい、特許デラックスも、あ特許デラックス、うん、はい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 、あれ池澤店長羽物は好きなんですよ結構、いやパチンコやんないから私は、はい、あじゃあ別に、うん、まあまあっていう、まあまあまあっていうか、あんまりって感じですかね、パチンコね、ね、あアレトロンはないのってことなんですかね、ないわ、はい、あとレレレしかないということでね、はい、取りますよ、さあどうでしょうかね、なかなか当たらないですがね、そうですね、まあしまあね、2015年ね、年明けですから、今年の抱負とかはありますか池田店長、こんな感じで、まあ まあ、お店含め、あの自分含めというか、いやもうちょいだから、はい、お客さんに指示を得て、はい、状態を良くすることですね、あはいはいはい、お店のということですね、あとは結婚ですね、結婚、はいはい、うん、そうですね、この2つですね、はい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 、
どうですか、でもやっぱね、なかなかお時間ないんで、結婚っていうのもね、出会いやっぱね、普通にしてたら無理ですね。普通にしたら無理ですよね、うん、今のところ何かしようとかっていうのあるんですか。いや、一応今年は一応ありますよ。あ、ありますか、うん、お見合い的なことだったりとか、うん、ああ、うん、いいですね、前向きな感じで、2015年結婚あるかも、ね、このままじゃ多分結婚できひんなと思ってるんで。はい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 もうどうにかもういろいろ準備してってって感じですね。そうですね、はい、豊丸のデラマイッタ、好きだったのになーってね、デラマイッタね、はい、アレジンね、あれ、おにぎりくんやで、どうも、頑張れ結婚ってことね、エール来てますよ、ガチで狙いますよガチで、あれですか、年内中とかですか、そこまでそれぐらいの気持ちでいかんとやばいでしょうね。あ、もうだからできれば今年中にみたいな。そうですね、あれ、とんがりさん彼女いるんでしたっけ。いや、実は、はい、ちょっと結婚しまして。おぉ、はい、本当ですか。え、いつですか。10月ですね。はいはいはい、あ、昨年の。はい、そうですね、はい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 、昨年だ。昨年に結婚しまして、はい、で、ちょっと今年子供が、はい、ちょっと生まれる予定です。何を少し見ないと思ったらやることやっとんすよ、ね、ちゃっかり、すいません。いや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 、めでたいですね、店長を差し置いていや、それ言われちゃうとちょっと。はいはいはい、あ、そうなんですかはい、ちなみに相手はそのずっとあれですか、付き合ってた方ですか。ずっとではないんですけど、はい、もう感覚的に、あ、フィーリングで、フィーリング、あ、こいつだみたいな感じですか。そうですね。じゃあもう出会ってからすぐだったんですか。まあそうですね。ちなみにど、まあ、はい、どんぐらいでした、期間的には。あ、結婚するまでですか。はい、4ヶ月ぐらいですか。あ、4ヶ月、いや早いですね、スピード婚ですね、はい、あ、な、急にめでたいの聞きましたね、新年一発目、はいね、おってことね、やることやってんだなってね、おめでとうってことね、ありがとうございます、はい、店長、ご祝儀あげたのってね。何ですか。多分結婚するからご祝儀あげたんですか。子供が生まれたらあげますわ。ああ、なるほど、出産祝い。なるほど、結婚はええでしょう、結婚は、はい、大丈夫、まあ、そうですね、店員に手出したんですかってね。え、それはちょっと秘密ですよ、はい、あ、秘密ですか。まあ、あんまり秘密になってない感じしますけど、ね、そうです今の言い方だと、はい、はい、池澤店長はメーカーの試打会は行くんですかってことなんですか。メーカーの試打会、はい、あ、寝台のやつかな、はい、まあ、行きますね。行ってますか、うん、最近だと何かありましたか。俺何売ったっけ最近の試打会。あ、平和の猪木か。あ、はい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 、猪木、ちょっと前ですけど、はい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 、あれは行ったな、あれはどんな印象を受けましたか。まあまあ、私は悪くないと思いましたね。はい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 、周りの評価はあんま良くなかったけど。あ、本当ですか、うん、じゃあもしかしたらあるかもよってことね、はい、パチ屋さらに少なくなってるって話だねってことね。はい、あ、ね、はい、できちゃったコンですかっていうね。まあそうですねあ、そうなんですか、授かり婚ですね、あ、そうですね、授かり婚ですね、ねえ、明けおめ、何うまいこと言うとんねんお前ねえ、まあ、フィーリングですからね、はい、フィーリングです、フィーリングはあったとこですかね、これじゃねえってことね、はい、明けおめってね、はい、誰の子供かなっていうね、いやいや、自分の子供ですよね。そうですよね、え、バッチね、フィーリングですからね、はい、認めたってね、はい、出会って5秒で合体かっていうねそんなフィーリングないでしょこれね。いや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 、ねえ、まあ、新年一発目過去意味深っていうね、いや違いますよ出来事として、ハッピーな、ね、ことだなってことね、ね、これじゃねえこれ、ね、本当ですか。じゃあ結婚式とかはあげる予定は。ああでもあげたいんですけど、はい、今のところちょっと、はい、子供も生まれるし、あ、はいはい、まあまあ、ね、やな、ちょっと落ち着いてから、忙しいですもんね、はい、お子さんできたらなかなか行かれへんぞ。そうです、ね、実家に預けなあかんのちゃうかな。あ、首座り出したぐらいで、はい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 、ね、
生まれる前にやっとけって、ね、生まれる前にやっとけってありますね。ちなみに今何ヶ月とかなんですか。今確か5ヶ月とかだった。5ヶ月はい、あでしたね。5ヶ月とかだとまだ蹴ったりはしないんですか。いやなんかもう蹴ったりしてるみたいですね。本当ですか。はい、じゃあなんかあのやってるんですか。あの妊娠中のなんか例えば、はい、なんかすごい音楽を聴かしてみたりとか。あとあのクラシックとかですね。はい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 。いや全然ですね。あ全然。最強って呼んでしたっけそれ。あはいはいはい、ね、聞こえるようにというかね。家でロック聴いてますもん。ロックですか。まあなんか家でタバコ吸わへんかったらええんちゃう。あ、はい、まあそうですね。タバコはちょっとねいろいろね害ありますからね。そうですね、はい、あどんな名前にするとか決めてるんですかっていうね。あまあ一応候補程度には、ね、とんがりジュニアとかですか。いやちょっととんがりはとんがりないですか。俺のだからな。ああなるほどね。え子供、でもあれですよね、男の子か女の子かでねすごいあの考えません。あてかもう今あの分かるんでしたっけ。あ一応予定では男の子って感じ。あ、男の子なんですか。はい、あ、もうじゃあ、松崎プーでいいやん。プー松崎プー。黄色いクマって書いてプーさんって言うらしい。いや、笑ってるけど、はい、ほんまやからね。え、キラ…え、そんな名前それ、登録されてねんで、ね、プーって。でもありますよね、なんかプーさん。いや、キラキラネームすぎでしょ、いや、ほんまに、プーさんってあんねんで。プーさん。うん。いやそれ…へぇ…俺が子供やったら、はい、確実に家出するけどな。いや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 、もう絶対家帰ってこへんわ。いやもう物心ついた瞬間にプーってなんだったんだけどね。かわいそうやもんマジで。いや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 、それこそあと何やったっけな、なんとかの星って書いて、はい、キティちゃんとかあんの、あんのよ。あはい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 、キティちゃんとかなんかティファニーちゃんとかね。ほんまさそれさ、はい、20歳ぐらいまでやったらええけど、はい、そんな40、50になってキティとかさ。いやそれこそね考えてんのかなと思うけどな俺。40、50でプーのおじさんとかの言われたらもう最悪じゃないですかね。最悪やと思うね。ねたまたまその時仕事なかったって誰のにプーのおじさんとかね。それは嫌ですね。はい、あげとかんと、あとあとねちねち、言われるでっていうね、これの式ですかね。ね、ロックな子供があってね、出産祝いは考えてますね。あ、はい、すいません、はい、結婚は、なんで俺よりさっきすんねんって話なんで。はい、あ、喧嘩もダメだよ、楽しく笑い合ってるのが一番いいらしいよっていうね。はい、はい、大丈夫ですか、その辺は。笑い合ってますよ。喧嘩して、ね、してませんか、ね、喧嘩してないですなんか、ね、コロスケでっていうね、名前がコロスケ、あ、岩に星でロックスターにしようっていうね。まあ、キラキラ。さあね、結構キラキラですね、これね。子供の名前で遊ぶのはやめてくださいっていうね。いや、でも本当ね、いや、いますからね。正直。大人になってどうすんだだろうみたいなね。だから大体今、その、学校の先生もあの読めないらしいですからね。当て字ばっかりですからね。当て字ばっかりだから、基本的にもう振り仮名振らないとみたいな。うん、もう全員ひらがなでいいんすよ、もう。まあ、でもそうですね、表記的に言うとね。うん、はい、おにぎりの映画耳だりすいません、気をつけまーす、ね、いやじゃあ、あれですか、もう2015年はもうあのパパまっしぐらですね。はい、どういう心境ですか、やっぱ父親になるっていうのは。いやちょっとまだ実感が、はい、実感ないですか、ね、やっぱなんかね、あの生まれた瞬間とかなんか そのぐらいに実感するんですかね。そうですか ね、いやほんとしれっとでしたね今ね。まさか俺こんなここまで話広がるとは思わなかったんで。彼女いますか。いや結婚してますみたいな。あのとんがりさんがみたいな。ですよね。はい、キラキラネームなんでこんな時代になってしまったんだろうってことだね。まあ多いですからね。まあでも多分なんかあれじゃないですか、あの どこにもない名前をつけたいとかあるんじゃないですかね、親心としてね。それがちょっと、ね、いやどうかな、違いますかね、目立ちたいとかですか。それかあの自分その自分本位って言うんですかね、そこら辺なんとも言えないですけどね。はい、夜の営みできなくて
レモンドロップに行ってるんじゃないのとかね、でもね、鎌田といえばね、おなじみレモンドロップ、ね、あの有名なドロップ、はい、もうね、レモンドロップ、はい、何それ、レモンドロップ、レモンドロップって店があるらしいです、はい、あ、そうなんや、あの鎌田に、はい、鎌田に、はい、お姉さんがサービスするお店が、はい、あるらしくて、川崎行ったんやん、川崎、あ、まあ、川崎ね、あの近いですもん ね近い、鳥の道とかね、はい、それにしてもアリア当たらない、本当ですね、腐ってんちゃうこれいやいや、お宅のお店の代ですよマックス入ってんちゃう、マックス基盤がおかしいね、多分、はい、よく見たら違ったみたいなね、はい、甲賀はどうだろうっていうね、甲賀名前ですか、はい、うん、かっこいい、男の子、なるほど、まあ、男の子ですかねあのガロっぽい感じはい、マックスバラエティ配信でね、そうですね、いや違いますよ、今日はね、あのアマですからね、アマはい、鎌田でアリア打つのはやめようってね、いやね当たらへんわこれ、いや、アマって言ってもね、やっぱハマりますからね、僕もだってウイ物語のあのアグネスの大光、あれで600ハマった時はどうしようと思いましたからね、なマジかと思ってアモデジで見たことある最高ハマりは800超えですね、はい、800超え、はい、いやそれ結構ですね、いや正直そんなつもりで打ってないからもう途中から放心状態ですもんねアグレスで当たらなかったらきついな、アグレスで当たらなかったんで、なんか引くに引けないというか、いやさすがに当たるだろうぐらいの感じで思ったんだけど、結局みたいなね、はい、どんぐらいハマってんのってことなんですが、はい、データ上は344ですね、はい、私が打ち始めてから300いってないぐらいちゃいます、300いってないぐらい、はい、そのぐらいですね、コマコマ今どんぐらいですか、コマコマ245ですね、245、はい、はい、パチは天井ないから、ダメやなっていうね、まあまあそこら辺ありますね、まあ、でもたまにね、あのマックスとかね、チュシャーって見てたのが1000いくつとか2000とか見るともうなんか何とも言えない気持ちになりますもんね、これ打ってた人どんな気持ちだったんだろうみたいなね、はい、平和とかはガンガンハマるよなっていうね、平和はハマるな、はい、平和ハマりやすいですかねはい、甘えばセブンで1307見たことあるっていうね、いや本当に衝撃ですよね、基本的に甘でっていうのはまずありますからね、さあね、まあ、ちょこちょこねハマっておりますがね、こちらへんも次ね、まあ、さっきねいろいろまあお聞きしたときに何だろうな、コマコマじゃないですね、羽物、まあ、レレレが割とねあの見たいっていうね声ありましたけどね、他にもなんか、TRF のアマで1400ハマったことあるわってことでね、これも相当ですね、ハマり、あとはそうですね、まあ、すぐ横に釣りバカにしまいますからね、はい、ね、どうしていきましょうか、コマコマリーチです、あ、リーチ必勝昇竜落とし、はい、あれですね、基本的にこれ将棋なんですよね、これあれですか、右からは、あ、そうか、右から打っても大丈夫なんですね、別に、そうですね、ねえ、はい、将棋しようぜとかね、将棋将棋しましょうね、当たるんでしょうか、あれスルーですか、もしかしてねえ、左打ちにしてくださいさあチャンスね、アリサね、パーティーしたいなってね、さあどちらもねだいぶハマっております、厳しいですかね、厳しいですね、ね、幸先良かったんですけどね、クイーンバイオでトントンってきて、コマコマでまさか、コマコマでまさかのね立ち往生、この後さあどこ行くかっていうところがねありますけども、タイムね1時10分ですね、はい、こっからです、こっからこっから、あれちなみにあのとんがりさん何歳でしたっけ、自分今23で今年で24になります、あ、23、はい、若いな、若いね、若いですよね、23です、まあ、結婚したらでもやるなっていう、はい、気はしますけどね、あー確かに、うん、その年だったら絶対遊びたいはずやもんな、そうですね
僕今26ですけど全然考えてないですもん、結婚は。あ、結婚、はい、あれ彼女どれぐらい付き合ってどれぐらいでしたっけ。僕1年半ぐらいですね。いやそれどっち、そろそろでしょう。本当ですか。どっち、え、彼女の年は。いや結構離れてるんですよ。若いんですか。あの20歳なんですいません。おいお前さ1年半前やったらどういうことやねんお前ほら、あ、いや当時は19でした。はい、19、19、まあ、はい、いや別に、はい、まあ、わかるけど、いや、いやいや、専門学校行ってたの、いやいや、たまたまバイト先の後輩だったんですよ、まあ、向こうがそれやったらそうなるわね、はい、そうですね、で、あっちもあの仕事始めた、ね、お、唐草模様来ました、さあ、これチャンスでしょうか、おにぎりが、やらかしたと聞いてきましたっていうね、すみません、やらかしましたね。さあ、竹口リーチ、これ来たんじゃないですか。来い来い来い、すげえな、あーなんか怖ねえ、すごい怖いでしたね。般若来たーってね、こまこま来たーってね。さあ、どうでしょう、来るか。あ、これはもらったでしょ、もう来いねえ3、ねえ、フェイスオブゆかり、フェイスオブ般若ね、将棋しようってね、はい、はい、お、般若消滅、消滅、お、当たりでいいですよね、はい、当たりました、コマコマクラブマジで、はい、般若屋上とね、まだまだとね、はい、ですよね、本当に 1年前なの、そうですよ、1年半前ですよね、さあ、大当たりーとね、お初ですとね、はい、まあまあ、店長、今年は見返してやりましょうよってね、じゃあ俺16の彼女作ろうあ、まあ16セーフですよね、16の彼女作ったんで、すぐ結婚したんでもうタッチの差ぐらいでも、うん、結婚前提に付き合ってくださいって告ったんで告ったんねんってすごいですね向こうからしてみたらお前親じゃないかっていう何個上やねんって話ですよ、20個離れてるやんけっていう。あ、そうか、ちょうどそんぐらいですもんね。娘でもおかしくない年齢ではありますね、はい、確かに確かにいやでもどうなんでしょうね、16ってだってもう、いやまあぶっちゃけ、はい、結婚は考えられへんやろ16歳と、ね、あっちもそうですしね、正直なんか16っていうとなんか最近の高校生見てもうわなんか話合わなそうだなとか思っちゃいますね。いや合わんでしょう。 ですよね。なんかちょっと若干あの生き物としてちょっと違うかなぐらいな感じで見ちゃいますね。いや多分ねイライラすると思うねんな。あーはいはいはい、話し方とか、はい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 、話してる内容とか、はい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 、何身のない話ばっかしてんだよみたいな。まだそれやったら 4,5 歳の子供と話せる方がまだええかなっていう。はい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 、まだ妖怪ウォッチがどうとか言われてる方がええかなっていう。そうですね、合わせられますからね、うん、あそうなんだなんつってね、あの生地喋れるがゆえにね。そう、ちっちゃい子供は担げるから、はい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 、担げてぶん回しとけば喜ぶんですよ、はい、はい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 、16歳やったらそうはいかないでしょ。ちょっと難しいですね、はい、なんかまあ、デートにしろプレゼントにしろこれじゃないとかね、細かそうですからね。はい、なんだおにぎり犯罪者が違いますよね。ゆかりに消滅してしまいました。ゆかり消滅ね。とんがりの彼女にフィーバーしている、フィーバーしているのに、おにぎりと来たなってことね、どういうことどういうことね、常連にね引っかからないように光ってない光ってないね、はいってことでね。次したらじゃあ次違うの1個、はい、どうしましょうかね。さっきね、何でいいですかね、リクエストは。まあ、さっきのあれで言うとね、まあ、レレレが多かったんですけども、レレレ以外で言うと、まあ、釣りバカ1票、アタックナンバーワン、断密、ちょっとねこれですね、アタック、レレレ、どっちでしょうね。ちょっとアタックの方が早いといえば早いんですが、じゃあアタックいきますか。そうですね、まだね、ちょっとね時間もありますんでね、はい、ちょっとここでね、じゃあ次、アタックナンバーワンいきたいと思います。ちょっと待ってね、今カメラ移動します。一期当選、いや日暮らしはちょっとね、ないですね、はい、島的にちょっとね
だいぶあの距離がありますんで。さあ、アタックナンバーワン、99.9分の1、はい、で確変得点率が 60% となっております。はい、ね、オッケーですよね。はい、じゃあ行きます。さあ、行ってください。いやでもなんですかね、この差と言いますかだいぶで、もう 1,2,3,4 あ、1,2,3、これ4台目ですもんね。そうです ね、はい。今年どうですか、あのとんがりさん、結構いい感じですね。今年いい年になれそうだねえなんかね、はい、一気当選ということでね、でででとね、店長がアマデジハマってるのも妖怪のせいっていうね妖怪の、はい、池澤店長16の彼女って言うとなんか、ガチに聞こえるってねそんなのなるね。16歳と出会う機会ないゼロですけどね。そうですよね、 いるとしたら親戚ぐらいですよね親戚にもおらんな、なかなかダイレクトに16と絡むって今ないですからね。ない。ねえ、はい、某王国からってことだね、はい、店長いちご 100% 読みすぎっていうね、恥ずかしい。16がってことですかね、デデデというね、ライダートラック野郎日暮らしというね、百科両論、とんがりってキテレツ大百科のっていうね。そうですよ。そうですね、鎌田店はね、はい、スネ夫さん、あ、まあ、スネ夫さんは違うか、あれ、あれはドラえもん、はい、あの藤子ファミリーですかね藤子ファミリーの名前が、はい、ね、まあ、ちょっと多いというかね、いきなりチャンスじゃんってね。早速ですか、これ早速ですね、おスイッチみたいな感じでね。ちょっと俺、はい、トイレ休憩、はい、わかりました。ね、アタック、はい、アタックは久々に見るわってことね、アタックは熱いのってね、いないじゃ、お、涙が出ちゃう、これも来てるんですか、これも、これもうどうなんですか、アタック全然、どうでしょうかね、右完全にネタ大じゃんってことね、翔英の顔だけで笑えるっていうね、まあ、翔英の顔ね、面白いですからねね、あ、熱いってことでね、さあどうでしょうかね、CR 照英って CR 照英です CR 照英、ちょっとね、あの もほってしますね、結構集め、おスイッチ、おスイッチだーとかね、はい、これ放送までに何台当てれるか勝負してるわけじゃないよね。いや、一応勝負がそうですね、してるわけじゃないですね、はい、ちょっとね、池澤店長来るまでで俺打ってましょうかね。だいぶハマってますね。そうですね、今これで色的に400ぐらいですね、ね、結構集め、CR 大西健二、大西健二俳優でしたっけ、大西健二ってね。さあどうでしょうか、これ僕のこれ被弾のアリアとか僕の やったことないんだな。イエーイ、なんだ、え、あ、当たりました、ね、アタックナンバーワンも当てちゃいました。あ、本当ですか、早っ、マジっすか。さあリーチ今日これチャンスあるか、じゃあ次どうしましょうかね、即当て案ってことね、当たりよったってことね、翔英が泣きながら一人で入れ替え作業している画像くださいってことね、はい、なかなかないですけどね、春菜愛の、あ、春菜愛の本名が大西健二か、なるほど、ありがとうございますね、ね、春菜愛の本名で大西健二、ありがとうございますね。さあ早かったですね、いや絶好調だな、ね、今年だいぶ来てますね、来てますね、家買っていいんじゃないですかそんだけ調子よかったら多分、ね、家買いましょう、家ね、はい、春菜イコール大西健二、あれですね、とんがりの本名はってことね、まあ、一応ね、あのとんがりさんでやってるんでね、そうですよ、さっきボロッと名字言っちゃいましたけど、そうですね、俺さっきおって思ったんですけどねはい、翔英が泣きながら、ユニバの台、ひたすら運ばされてる画像をくださいとね、ね、激アツでも怖いってね、アタックナンバーワン、ね、バレーボール漫画、はい、アニメ ね、 ね
サードだね。もうなんだかんだもう400突破しそうですね。アリアの方は店長。うんですね、はい、お返事いただきました、はい、ね、激アツでも怖いと、ね、ね、合宿モード突入ということでね。さあどうでしょう。じゃあ次どうしましょうかね。このちょ、まあ、近場でいうと、まあ、断密、トラック野郎氷川きよしレレレという感じなんですが、アリアもういいよもうええな、店長変えますか。変えるけど何するの。そうですね、その近場で言うと、まあ、北斗ジボストリート、あ、ラブジョーとかありますからね。あとはまだ、あ、セイントセイヤね、キヨシキヨシ、じゃあどうしようかな。ラブ城で、あら、ラブ城いきますか。わ、うん、かりました。じゃあ自分断密いきます。あ、断密いきますか、あれ、ね、ラブ城もいいね。とんがりあれやっといてや、あのこれ、あー、はい、あテストモードに、ね、はい、隣のクイーン打ったらって、いやもうさっきね当たってますからね、一回ね、クイーン、なかなかね、あんまり厳しいですねさあ続いてね、中森明菜、ちょっと中森明菜はちょっと こっちの島にないんでね、すみません。てか明菜まだ入ってへんわ、はい、あ、あれですか、年明けや、はいはい、あの新しい方のことですかね、はい、アリアまだ当たんないのってことでね、すみません、ね、まあ、ちょっと今日ね、だいぶね、ハマり、ね、これで外れたらもう無理や、はい、ラストチャンスですね、これ緑保留、はい、もう年明けやとかね、まあそうですね、はい、これスーパーって書いてるわ、保留ボタンねえんだ、さあ、来ますか、行くんちゃん、これ、うん、来ましたか、これがどうかやな、年明けやって開けておるで、ね、まあ、もうすぐ出るってことだね、はい、さあ、いいですかね、じゃあラブジョー OK な、ラブジョー OK です、あ、じゃあ置いといて、いいですか、ね、さあ年明けだったね、やっとなんとかね、これいけそうですね、準備よろしいでしょうか、はい、すいません、で一応ね、ちょっとね、近場ということでね、はい、断密いきたいと思います。無理やな、どれやったっけ、俺これか、あ、これもうラブジョー取ってるんですか、あ、いや、まだです、取ってないか、はい、ちょっと待ってください、ね、さてと扉が開いております。ね、いやだいぶね。じゃあ俺ラブ城、はい、打ちながら吉根京子ちゃん見よう。さっきの子ですか。うん。ね、さあラブ城ですね。よし。あれですよね、あのセクシー女優が出てるやつですもんね。ビチリンやけどちょっとでも好みじゃないよな。はい、あのそのあの女優の子ですか。うん。可愛い系だね。ね、あ、はい、すみません、はい、アリア辛いなーってことね、トラック野郎見たいとかね、じゃあ次トラック野郎いきますか、はいはい、はい、当たったらじゃあダメンツ大丈夫ですか、はい、ね、はい、ダメンツ OK ですよ、はい、いきまーす、よしね、CRB はダミーってことね、はい、あれやからやな、武帝もいかんなってことね、武帝、戦うと武帝ってことね、ちょっともうちょっとですね、すいません、ラブジョーこれスロットもありますよね、ありますね、はい、スロットも割となんかまあ、人気と言いますか、あれですよね、息長いですよね、あれ、そうですよね、割とどこ行っても まだね動いてるイメージありますけどね、はい、トラックだろうとかね、これはそのね、ビーバップハイスクールとは違うんですもんね、ちゃいますよね、この断密は、はい、CR 断密先生 with ビーバップですよね、ヤンキー、ダメよ、ヒロシ君、ね、はい、あれ台変わってるって、そうですね、ちょうど今あれですね、あのラブ城と
シアル壇蜜先生、はい、ね、やっております。ね、あ、池澤店長、関西に帰りたいと思ったことはありますかっていうね。年明け帰りますけどね。あ、帰れますか。おかんと飯食いに行きますわ。はいはいはい、あのご実家の方に、はい、帰りたいね。まあでもあれですよね、あの別に ホームシックとかには別にそういうのはないけど、ないですよね。それだからそれよりもその嫁さん探しですよね。あ、はい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 、それがなそれがそうですね。関東やとだからこっちは実家大阪なんで、はい、余計だからハードルが高くなっちゃうんですよね。ハードルが高い、いやだから東京から出たくないとか。ああ、はいはいはい、ってなると難しくなるでしょ。ああそうです、まあ、相手がそうやったら、はい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 、それがちょっとしんどいなってのはありますね。ああ確かにそうですね、東京に上京、そう関東、いやでもそこもなんか落としようじゃないですか。そんなことないですかね。いやまあどうやろう、ね、うまいことだからもう言いまかしてみたいな、ね、関西いいよみたいな感じでもう振り込んでいったらね。いや東京の方がええなあ、まあそうですね、だってあれですもんね、あの池澤店長がもうそうね、そう思ってるっていう、はい、東京の方が絶対いいっつってね、皆さんも一応住んでみたら分かりますよってね、もうあの熱弁しましたからね。断蜜見にくいっていうのはすいません、もうちょっとですよね、はい、ここら辺かな、大丈夫ですかね。はい、今タイマンバトルです。はい、あ、まだチャンスですか。来い来い来い、これで当たればもうまた入っちゃう感じですかね。そうか、はい、これで OK ですかね。はい、すいません。来るか、さあどうでしょうか。ああ、あ、そこであのやられたってことですね、それ。はい、やられました、残念、ね、やっぱね、ヤンキーですからね、まあさすがに断蜜音出てんのそれ。ちっちゃいですかね。いや、分からん。そうですね、かすかにって感じですかね。こっちはラブジョーは、ラブジョーはまだちょっと入ってますね。まだ入ってる、はい、じゃあちょっと上げますね。はい、さあ、ね、まあ、今なかなかね、こういうヤンキーないですからね。もうヤンキー見、そうですね、見ないですもんね、もうね、もう あの人種はあの絶滅してるんですかねヤンキーっていう、あれ田舎行ったらおるでしょう。あ、田舎、あ、ま、あ、そうか、田舎行ったらいますかね、でもさすがにパンチパーマもいないですもんね。だいたいなんかツンツンにワックスでっていうね感じですけどね。扉が開いております。飯沢店長が、はい、例えば高校生の時とかってそういうの流行ってたんですか。例えばなんか、俺一応進学校やったから、はいはいはい、ほとんどタバコは捨てたけど、はいはいはい、その見た目からいかつやつおらんかったけどな。あ、本当ですか。まあ、でもそうです、進学校だとなかなかねいないですもんね、でもその高校によっては おるんちゃいます、はい、ああそうですよね、やっぱりヤンキーとかね。で、なんすかね、あの高校ぐらいね、タバコは吸ったとかねえ、はい、あ、八王子は多いよ八王子ヤンキー多めですかね、はい、九州にはや、山ほどおるよってことでね、九州九州そんないるんですか、ご覧にしますかね。はい、なんちゃですかね、タバコは吸ったって言うんですよね、八王子、九州ね。あれ、とんがりさん高校時代とかどんな感じのあれだったんですか。高校時代は、高校時代は結構ちょっと怠けてましたね。怠けてなんか中学で結構頑張ったんで、はい、その反動でちょっと高校は、あ、はい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 、ただグテーっとしてます、ね、はい、あの部活とかは、あ、高校ですか。はい、あのやってたんですか。ここはちょっと音楽系の軽音みたいな。チャラ出た軽音って言ってる間に当たりました。嘘、はい、もう当たった。もう当たりました。当たりもチャラいですねはい、当たり当たりました。え、 16?16で16回転ですか。早っ、マジで早いって早いですね。さあ、あ、
あれですね、あ、電撃アタック構成がある、わあるわけですね、それ。さあ、池田店長もリーチ来そうですかね、どうでしょうか。ねえ、マジでってね、だいぶ早かったですね、当たるのね。残念ですね。さあ、じゃあ次、まあ、一応ね、まあ、4、あん？それ4ラウンドですよね。4ラウンドです。はい、じゃあ、まあ、すぐね、消化できる。じゃあ次、筋肉マン、レレレいけるねっていうね。どうしましょうかね、まあ、レレレ筋肉、あ、まあ、筋肉マンちょっとね、遠いんでちょっとすいません。次ですかね。レレレか、レレレいきますか。トラック野郎、そうですね。じゃあレレレいきますか。ね、トラック野郎でってね。さあ、どちらが多いでしょうかね、レレレとトラック野郎。昔のラブジョーっていうね、昔のラブジョーとかじゃないですよね、こちらね。昔じゃないですね、はい、天のね、ラブジョーね。さあ、トラック野郎、どちらに行きましょうかね。トラック、トラックですか。トラック、レレレ、トラック、どちらが多いか。じゃあ、そうですね、トラック行きましょうか。トラック行きます。で、多分今日 の日だったらすぐまた当たるでしょう、きっと。もうすぐ当てますよ。そうですよね、特に問題ないんで。じゃあすみませんね、あのトラック行きますね。ね、ラララってね、レレレです。レレレレレレね。はい、あ、トラック野郎は店長世代でしょうっていうことなんですけど、池田店長、あの、いや、あ、違いますか。見てない。トラック野郎、あ、菅原文太ですよね、トラック野郎って。あれ違ったかな。ちょっとね、はい、トラック野郎にね、移動したいと思いますね。レレレの、レレレの、あの、どつきやってよってね。いや、ない、そんなね、危ないことはしないですよ。ダメですよね。叩かないでくださいね、台はね。さあ、ね、ちょっとごめんなさいね。はい、トラック野郎、トラック野郎って言うね、まあ、菅原文太のね、まあ、有名なというかね、主演作ですからね、こちらね。まあ、相川金也も出てるじゃないですか、これ。もう自分分かんないっすね。あ、本当ですか。菅原文太まではちょっとギリギリ。あ、はいはい、あ、相川金也分かんないですか。キンキン、アドマチック天狗とかが、出てる司会のおじさん。あ、そうなんですか。はい、さあ、CR トラック野郎ということね。大丈夫ですか。はい、もうちょっと頭左でお願いします。はい、そうですね、そこらいで。はい、すいません。はい、行きます。はい、お願いします。はい、はい、ね、はい、OK ですね。はい、昇竜拳、あれですか、ストリートファイターですかね。ストリートファイター4もありますよね。はい、トラックもアマですかってことなんですけど、そうですね、99分の1ってことでね、はい、なっております。はい、なるほどザワールドとか知らん世代かっていうね。なるほどザワールド、俺もちょっとこれ分かんないですね。店長分かりますか、なるほどザワールド。うん、わかりますよ。あ、あれですか。これは、ん、相川金也さんが司会やってたとか、そういう感じですか。うん、楠田恵理子と。あー、なるほど、なるほどね。もうちょい引きでってね、すいません、ちょっと近かったですね。そうですね、はい。はい、あ、刑事の信頼ってどうなんですかっていう質問が来ますね。普通。普通ですか。うん、はい、至って普通。うん、はい、ちなみに、じゃあ、まあ、台数としてはまあそんなにかなっていう。いや、行かざるを得ないでしょう。はい、やっぱり行かざるを得ない、ある程度はね。はい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 、ね、ニューギーさんですからね。はい、蒲田は009、置いてありますか。稼働はいいですかっていうね。なんて、あの、009ですね、置いてありますかということで。あ、1個あんな。はい、稼働の方はどうですかって言います、ね。まあ、悪くないですよ。はい、悪くないってことね。セイントセイヤーとね、刑事普通なんだっていうね、いや、なんかそうらしいですね。まあ、割とね、いろいろ。竜よりマシでしょう。はい、竜より、竜前回より。ああ、はい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 、
あ、けあそうですね、あの刑事の前作よりはまだいいですかね、うん、入金盛り返してきてるって聞くけどそうでもないんだねっていうね。そんなことはないわそんなことはないですけどね、うん、なんか今純ちゃんみたいな感じでしたけどね、ね、入金ね、まあ、でもね、入金さんいろいろね、またね、あの出してますからね。はい、鬼武者の天はっていうないね、新鬼武者ですかね、これね、鬼武者の天、結構僕ね、入銀の話すると、あいつがやってくるぞ、圧力がっていうね、まあそうですね、圧力さん好きですからね、入銀さんね、はい、エヴァってまだ稼働いいですかってことなんですか。それはええっすよ、はい、ねえ、エヴァ、いや、9、ま、ないんですかね、あれでもやっぱ保留がやっぱなかなか思ったように当たってくれないですよね、あれあの、初号機保留とかあれなんかすごい熱い感じしたんですけど、結構外れますよね、あれ。あと金保留、あれ、トンガリさんもあの結構あの打ちましたか、エヴァは。エヴァですか、エヴァ打ちたいんですけどね、はい、はい、なか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 ですね、お時間ない。あの今日調子いいんで明日あたりこの勢いそのままでいっちゃいますかね、はい、だからおにぎりとかやめてすいませんね、はい、パチは衰退してるねっていうことなんですよね。そうですか、なんかパチンコの方がなんか調子いい気が去年ぐらいからするんですけど、揃ってよりかはマシですね。そうですね、後半ぐらいはやっぱパチンコの方が調子良かったっていう感じしますけどね。はい、ST 中の初号機保留5回出たけど全部外したわっていうね、こういう報告だいぶ多いですね。どうぞ、配信でもちょこちょこ初号機保留外してますからね。エヴァ8のアマとかあるなら久しぶりに見たいなとかですね。ちょっとこちらの島にはないですね、すいません。エヴァね、稼働いいですかってことね。さあ、トラック野郎、ラブジョー、ラブジョーも今ちょっとだけね、余ってますかね。さあ、トラック野郎、これトラック野郎はちなみにどうやったらこれ勝ちなんですかね。いや、これちょっとわかんないですね、トラック野郎は、ね、なんかレースに勝ったらとかそんなんですか。で、出てくる人がすごいですね昔っぽい、ね、さあ、ただいまね、1時半回りましたね。ね、今のところですね、被弾のアリア、まあ、フィーバークイーン、バイオハザード、コマコマ、ビーバップ、アタックナンバーワン、トラック野郎で、ラブジョーという感じでね、打っておりますね。なかなかね、あとそうですね、だから次トラック野郎、これもし当たれば、皆さんね、お待ちかね、あのレレレに、跳ね物で最後ね、あ、ピカイチもありますね。CR ピカイチ、豊丸さんの、さあどうでしょうか。あれですね、この前この前の質問であったんですけど、あれですか、池澤店長のまだのシールは残ったりするんですか。ありますね。ありますか、うん、なんかこの間平塚があの皆さんが作ったらしくて。皆さん、はい、あの矢部内マネージャーと誰、あと誰、あと鈴丸さんと、はい、主任2人が、はい、3人分作ってね、ちょうど今なんか配ってるらしいんですけど、一応あれですか、鎌田店は今のところ池澤店長だけと。そうですね、ね、店長になったから作ったらいいんですよ、みんな。はい、店長になってから作ったらいいんですよ。ああ、店長になってから、うん、ね、バイオも見たいっていうね、はい、すみません、さっきね、ちょっとバイオね、バイオやっちゃいました、はい、終わっちゃったんですよ、すいませんね。はい、去年稼働良かったベスト、あ、第ベスト3を教えてくださいってことなんですが、はい、これ去年、はい、パチンコスロットどっち、パチンコスロット、どっちどっちでしょうね。まあでも今日はパチンコやってるんで、まあパチンコ、パチンコ、はい、まあ、第3位ぐらいから。3位がむずい、1位と2位は分かってるけど。あ、本当ですか、うん、あ、じゃあもうサクッとそっちの方からいきますか。金色とルパンでしょう。はい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 、まあ、去年、まあそうですね。3位は何位なんやろうな。3位なんでしょうね、去年やろ。はい、去年、去年海はないですか。去年って俺7点おったんか。え、俺どうなってたっけ。俺去年は斎藤、斎藤か、はい、サイトにおってんな。はい、そうですね。え、何出たっけ。ルパンがその前の11月に出てるやろ。そうですね。今時期が8月やろ。はい、あと記憶に残ってんのあったっけな。
なんでしょう、あと、まあ、チョコとかいっぱいあるかもわかんないですけど、2位、3位、何やろ。その2機種が突出してるからな、はい、それ以外沖縄はだってその前の7月でしょ。そう、沖縄3、そうそうそう、そうですね。その2機種以外ないんちゃう。あとだから、まあ、海だったらまだ桜マックスとかそこら辺ですかね。そんなぶっちぎってないでしょ。そうですね、あまりぶっちぎってはないですね、あったなぐらいの感じで。やっぱりもうワンツーでもあれですかね、まあ金色とルパンで、もうその2つぐらいちゃう。はいはいはい、そうですね。ちなみにスロットはちょっと、はい、まあゴッド、はい、モンハン、はいはいはい、マドマギ、ま、あこの辺ちゃう、ま、マドマギ、うん、はい、だそうですね。まあ、番長もやけど、はい、番長はちょっと売りすぎやからな、はい、あ台数がですね、うん、まあ、そうですね、大体 どこのお店にもね結構いっぱいねありますからね、番長ね、でやっぱ台数がもうちょっと少なければランキング入ったかなとか。そうですね、ありますか、やっぱ番長、うん、ちょっと売りすぎやな、はいはい、ね、サラリーマン番長ねやってますから ねバイオさっき見た後、そうですね、ベスト3、ちなみにあのとんがりさんが、まあ、去年あの、はい、よく打った台とかありますか。去年のパチンコないしはスロットとかで、なんですかね、はい、まあ、一番ハマった台っていうか、あとまあ AKB はちょこちょこ。あ、AKB ですか。AKB、はい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 、パチンコだと、AKB、そうですかね、はい、ちなみにスロットは、スロットだと、はい、なんだろうな、普通にもうジャグラーとかで。あ、ジャグラーですか。はい、ジャグラー結構打った感じですか、去年は。そうですね、ジャグラーですか、なるほどなるほどね。ありがとう、パチンコ3台もヒットないのねってことだよね。ないな、あの そんなことはあまりないというね。まあなんか全体的にはね、あの良かったイメージですけどね、まあ、これっていうのになるとね、はい、そのね、あの2機種が一番ね、はい、来てるイメージだってことですね。さあトラック野郎、ね、さあということでね、タッチタイムねやっておりますけども、ね、パチンコね、なかなか来ないですかね、今100、200いかないぐらいですよね、170ぐらい、ね、ラブジョー170 でトラック野郎も、さあチャンスですか、ギラ、トラック野郎チャンス、さあどうだ、来るか、来るかな、どうでしょう、リーチ、はい、可愛いけどアホそうやな。ああのギャル、あのギャルっぽい子ですか、ね、おねだりに答えろってね。ギャルとかあまり好きじゃないんでしたっけ。そうですね、ビビに、はい、俺は去年今頃から、パチ打ち始めて一期当選ばっかり打ってたよ、ちなみにおにぎりと同い年だよって。あ、本当ですか、26歳。一期当選はコアなファンがいますね、あ、そうですか、うん、やっぱアニメですか、一期当選は。ね、はい、そうやったかな、はい、これ当たるんちゃうか。お、激アツでなんかトラ柄出てたで。あ、本当ですか、じゃあ、うん、それはもらったでしょう。はい、当たった、当たりましたね、アホっぽい、アホっぽい子当たりましたよ、ね、さあじゃあ店長次どうしましょうかね。どうしよう、はい、これ右打ちかな、どっちは右打ちか、これ、まあ、近場、ね、右打ちか、まあ、燃えよ剣とかもありますけどね、まあ、羽物の方行っても大丈夫ですけども、ね、はい、一期当選は ST 中に、右打ちだったらなーってね。羽も打とうかな、はい、あ、行きますか羽物、はい、じゃあね、伊沢店長羽物レレレをね、レレレ、打っていただきましょう。じゃあ、あ、すいません、はい、断密ってね、すみません、断密さっきね、終わっちゃったんですよね。はい、
トラック回ってないじゃん、ね、ちょっとすみませんね、今ねセッティングしますんで、はい、少々お待ちください。うわ、核変入りよった。お、延長剣核変延長剣なんですね、それ断密だけどね。もうそっち OK ですか。はいはい、OK です。これ何、これラウンドどこまで行くねんこいつ。8ラウンド確認引いたんか。あ、8ラウンド、なるほどな、ね、え、さあじゃあそれ紹介してくらいにしますか。どうしましょう、もういやもう終わりましたよ。あ、はい、あ、はい、もう終わりましたか、うん、はい、じゃあどうしましょう、うん、はいね、ラブラブモード突入ということでね、ここからね変わりますよ。でもなんだかんだ結構今日当たってますね。そうですね、そうですね、いい感じに。ちょっとごめんなさいね。はい、ね、ここら辺かな。この辺で見えますかね。はい、ダメです。今日は、はい、ハネ入れへんわ。入んないですか。難しいね、やっぱ羽物。ああ、羽物、はい、今日はいろんな台をちょこちょこ打つ感じですか。そうですね、はい、打った、いけ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 、はい、お、入りましたね。うっそー、抜けちゃいましたか。レレレのおじさんにやられた。レレレのおじさんの台でレレレのおじさんに、さあ、さあ、あっか、ここら辺ですかね。これで見えますでしょうかね、皆さんね。はい、さあ、ということでね、皆さんお待ちかねのね、レレレのおじさんね、来てますからね。トンガリさんは羽物を打ってもらうんですか。いた、あ、入りました。くそ、全然、ね、激強やな。激強、ね、これでいいですかね、はい、お、ね、レ、レレレって、そうですね、レレレ打ってますよ、今ね。さあ、来ないな、トラック。トラック来ないですか。来ないですね、全然ね。さあ、菅原文化、ね、さてこのさあどうでしょうか。これやっぱそうですよね、まあ、初見でね、我々世代が打とうと思って打てる台じゃないですもんね。トラック、トラックやろうって、ね、トラックやろうってみたいなね。そんな感じはね、 ありますよ ね、 そうですね、だいぶハードルがね高いですから、ね、トラさんでもちょっとなんか どうかなってぐらいですもんね。トラさんもそうですね。そうですよね。さあ、いいでしょうかね。なかなか羽物はね、ちょっとね、難しい部分もあるんでね、すぐ入るかどうかっていうのも ありますけどね。さあ、どうでしょう、どっちかね。ただいまね、1時50分ですね、もう。残り10分少々ですね、さあ。はい、最後にね、ちょっとね、両方ともパンではね、当ててね、いきたいですよね。トラックやろう。これちなみにどこのメーカーなんですか。ニューギー。あ、ニューギーさんですか。うん、ね、デコトラとは違うんですかっていうことなんですかね。デコトラ、デコトラとトラックやろう。いや別にトラックやろうってかあれですよね。多分うんちゃんってことですよね。トラックやろうは。で、あのデコトラはなんかあのすごいあのビカビカ光る トラックですよね。たまになんか。あの高速とか走ってると見るやつ。そうですね、だから違う、うん、違いが、なんか大体同じなんじゃないですか多分、うん、と思いますけどね。あっか、なかなか入んないですかねやっぱり。ねえ、その開いたタイミングでって感じですよね。もうちょっと引くのがいいですかね。入る瞬間とかもね見れますからね。羽に入らん。結構ね、苦戦しますね、池田店長。
はい、デコトラの元祖だよって、あートラック野郎がデコトラの元祖ってことですかね。なるほどなるほど。だこれきっかけで全国に増えてたっていう感じですか。まあ、全国というかね、確かこれあれですからね、あのジュースとか確かね、あの出るんですよ。運転席になんか、はい、ジューサーみたいなあれがあって、ジューサー、はい、なんていうんですか、あの水が出るような、はい、はい、あれがあって、なんか4種類ぐらいあるんですよ、ジュースが。すごい、だからいろいろなんかあのいじってあってみたいな。へえ、はい、店長全然入ってないってことなんですけどね。ちょっと反応があかんわ。そんなね、すぐ入れないですよね、デイデイのおじさん。ねえ、さあ、どうでしょうか。トラック野郎もね、なかなか厳しいですかね。その右の女の子、なんかすごい現代風ですよね。誰ですかね、これ。ねえ、この銃の。なんか今風のやつとかあるんですかね、いろいろ。ねえ、いやでもトラック野郎ね、世代リードじゃあ、天ね、井沢店長知らないって、どんくらいなんですかね、じゃあ年代的に。結構古そうですけどね。ねえ、トラさんとかなんかそういうぐらいのレベルのあれなんですね。ちょうどあの視聴者のね方、結構知ってる方いっぱいいらっしゃるようなんで、あれですけど ね。さあ、チャンスアップ来てますか。普通のおばちゃんいますね。さあどうでしょうか。ね、全然入んないよってね、来ませんね、なかなか。トラック野郎、ね、羽物、ね、ね、出た。さあ浅草、浅草行き、浅草行き、浅草行き、浅草チャンスなんですかね。どうなんですかね。どこ行きがチャンスなんだろう。はいはいはい、ねえ、お台場とかね。あっ、どうだ。なかなかね、羽物はだいぶ苦戦して、ねえ、トラック野郎もレース、あ、リーチですね。さあこれで当たればって感じですかね。さあどうだ、来るか。早々にあっさり負けましたね。浅草、お、爆走、あ、なんもないですか。玉を抜いてください。ね、玉抜いてくださいよ。頑張れ店長ってきますね。結構きついですから池澤店長、反応も直撃しかないからね。あね、振り分けがね、いろいろありますからね。それによってもね、違ってきますから。さあリーチ、リーチ、トラック野郎リーチですね。キンキンが混ぜきましょう、キンキンが、ね、なんでそんな顔してるのと思いますよ、ね、すげえキンキンびっくりしますからね。もうちょっとなんかもね、あ、混ぜきました、混ぜきたぞ。さあこのリーチ、さあどうでしょうか、来るかな、うん、よしよし。お、あ、これあの何台かと、まあ、あの戦っていく感じですかね。そうですね、ああ早々にもうちょっとワクワクさせてほしいな、はい、店長タイムアップ近いよっていうね、なかなかね入んないですからね。お、よし、入りました、うん、お、大当たりとかね。さあ小吉、中吉、大吉、中吉、店長さすがってことでね、いやバッチリですね、ラウンドでね。さあ見事ね、ギリギリで当てました。さあこ、ね、小吉ってことでね、いやまあまあね、当たるのだけでも結構ね大変ですから、ね、さあトラック野郎はどうでしょう。まあ、ただ今年ね絶好調のとんがりさんがね、打ってますから今。このままいけるか。さあどうだ。ああ、この演出すごい多いですよね。浅草はなんかあればっかりみたいな、ね、さあ羽物ね、見事当たりました。はい、昇格したってことね。あ、昇格なんですか、これ V で、はい、
ね、おーってことね。はい、トラック野郎は1975年8月公開の、映画ですと。1975年なんで今から20、あ、違う、もうもっとか、30、40年ぐらい前ってことか。そうですね、40年ぐらい前の映画、ね、確かにね、大吉来たーっていうね、当たったわ店長おめでとうって言いますね。おめでとう、おーってことね、昇格ってことでね、いやいや見事当てましたね、残り5分ね。タイムね、1時56分ですね。はい、当たっ、ね、おめでとうってことでね、最後さらにバシッとね、いろいろ聞きました。さあどうでしょうかねさあトラック野郎もあんまここないですかね、熱い演出が。最後に来てほしいな。そうですね、最後もう5分来てますからね、はい、ここでどうにか、ねさ, あね、さあどうだ、ね、ちょっと歌ください大事さんですよね、来ますでしょうか、ねね、は羽物もね見事ね7ラウンドで、ね、最高16ラウンドですよね、羽物の方は。それはね、さあ入っております、入っておりますよね。やったね、店長おめでとう、ね、さあどうでしょう、来るか、ない、ね、ジョナサンチャレンジ、ジョナサンチャレンジ、ね、あ、あれですね、多分キンキンがあのジョナサンってあの呼ばれてるんです ね, ね、さあどうだ、来い来い来い、だない、なかなか厳しいですね。あ、ダメか。あ、どうでしょう、来ないか、もう。もうええやろこれ。はい。あれも長いですかね。はい。大当たりが長い。はい。大当たりが長いということです。すみません、ありがとうございました。ね。ね、やってますよね。さあどうでしょう。ね、残り時間2分少々ですね、これはもういいやろ、はい、じゃあどうしようね、じゃあエンディングそっちで、そっちなんですか、はい、ちょっとコメントか、あ、すいません、準備しといてもらっていいですよ、はいはい、コメント少ね、少ないね、来場者はまあまあですね、そうですね、すいません、そっちでやるんですか、あっちでいいですか、いやこっちでできるんやったら、あ、はい、わかりました、店長飽きやすいなってことそんなことないですけどね、やっぱなかなかね当たんないとね厳しいですよね、携帯どこやったっけ、これかですか、はい、ということで、ね、じゃ今日終了ですかね、はい、はい、お疲れ様でした、お疲れ様です、ということでね、よし、はい、ということでね、はい、おつゆってね、どうもありがとうございますね、はい、どうもすみません、お二人ともお疲れ様でした、お疲れ様でした、ね、いやいやね、アマデジね、まあ、割と当たりましたね、そうですね、はい、まあ、とんがりさんはという感じでしたけども、ね、あの最後の晴れ物どうでしたか、池澤店長、まあ、やっぱ一番燃えますよね、はい、うん、直撃なんで、はい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 、ね、まあね、あの唯一ね、あの1台だけあるということでね、皆さんもぜひね、はい、あの羽物とかね、まあ、それ以外にもね、アマデジコーナーありますんでね、ぜひね、遊びに来てほしいと思いますね、みんな正月だから、寝ながら見てるんだよってことでね、あ、なるほどなるほど、あの酒とか飲みながらってことですよ ね, 、ね、店長眠そうっていうね、体調がなんか良くないんでね、まだそうですね、ぜひね、直してほしいと思いますね、早くね、はい、ということでね、じゃあ告知の方最後に行きますか、そうですね、5日、はい、月曜日ですね、はい、入れ替えと、はい、なってまして、はい、あとはまあ抽選時間変更の、はい、いうことになってますんで、はい、平日朝から来れる方はぜひとも、はい、来ていただきたいですね、はい、あとは時事週か、時事、あ、そうですね、3週目、はい、に何度か、どうなんの、どうなってんのこれ、次、再来週ですか、あ、まだ刑事入ってないんか、あー、まだ10、あれ19やから、19、そうですね、まだちょっと、はい、
やるもんないな、またどうしましょうね。もう一個先のアマデジ何かある。サラ金か、まあ、あ、まあサラリーマン金だろう。サラリーマン金だやるでしょ、みんな。そうですね、吉本タウンやってもしゃあないしな。吉本タウンも、まあ、ちょこちょこやるんじゃないかなと思うんですけども、どうですかね。何か、まあ、見たい台って言うと、まあ、なかなかね、多分今ちょうど寝台出た時なんで、多分まあ皆さんも寝台見たいかなとは思うんですけども、何もないな、まあ、かぶってしまうのね。だいぶサラ金やりながら、うん、はい、スロットのバラエティー、あー、だからサラ金1台ベースにして、であと、うん、はい、かなっていう。はい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 、ね、スロのメゾンと、ね、あるわ。あ、ありますか。あるある、はい、ありますね。どうしましょうね。じゃあ、まあ一応サラ金ベース、あ、ベースで、でもスロットの方が、はい、聞く、あの YouTube は取らないでしょ、数字。あ、まあ視聴数まあはい、あのよっぽど最速じゃないと。ぶっちゃけそうですね、数字で言うと、まあ、スロットは割と多いので、あ、はい、まあ、パチンコって考えるとパチンコなんかなと思っちゃうねんな。そうですね、パチンコは割と、はい、多いですね、視聴者、パチンコは視聴数的には。チンコアマーは結構入ってるけど、はいね、北斗6でもいいのよってことね。剣王剣王どうしかね、剣王もういいでしょう。もう、まあ、多分だいぶキコナチャンネルお腹いっぱいな気しますけどね、僕は。はい、だまあ一応じゃあスロット、まあ、スロットやんねや、できますか、パチンコ。まだアンケート取ったらどうすか、取りますか。残り少ないコメントしてくれてる人たちとか、はい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 、どうすかね、まあスロがパチかって感じですかね。いいすよ、はい、じゃあ一応ね、まあ、再来週、ね、どちらがいいか。刑事できへんからな。すいませんね。はい、ね、じゃあね、再来週の放送、前パチンコかスロットか、ね、そうやな、まだできへんな、16やもんな。はい、はい、どちらがいいかね、入ってへんだね、はい、ちょっとね、最後ね、アンケートね、ご協力ください。じゃあ、お願いします。さあ、ね、パチンコやったらパチンコで、はい、困るけどな。何言うとおかなくて、ね、まあ、新春日暮らしぐらいですかね。なんもないぞ。ね、はい、YouTube の再生気にしてんのかっていうね。やっぱ気になりますね。ガロとね、まあ、ガロは硬いですね。金色はもうええでしょ。まあでもガロそうですね。金色のアマデルっぽいっすよ。あ、本当ですか。うん、スペックは分かんないけど。はい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 。あ、金色のアマ、はいね、ガロガロって言いますね。さあどうですかね、もうよろしいですかね。ちょっとね、さあね、再来週するならどっちがいいね、パチンコかスロットか。じゃあちょっとね、いいですかね、じゃあ集計ね、出しますよ。はい、あ、視聴稼ぐなら銀河乙女とかかなっていうね話もありますね。じゃあどうでしょうか、ドン。あ、はい、あ、パチンコもう圧倒的ですね。パチンコが 89.9%、 スロットが 18.1%。 スロット嫌いなんかよ。じゃあパチンコで。どうですかね、特に、はい、特にね、あまり皆さんっていう感じですかね。その時は、はい、アマデジで言うと、はい、銀河乙女と、銀河乙女、はい、何やったっけ、銀河と中森と、はい、大将軍と、はい、服部くんが入ってるのかな。あ、じゃあ結構いろいろ打てる、うん、その次に、はい、ブラックラグーンの雨が入るんですよ。あ、なるほど、うんうん、まだ見せれないんですよ、だから。はい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 、はい、うん、それ今言ったやつは入ってますね。はい、じゃあそこら辺をまた、まあ一騎士じゃなくてもそうですね、まあ、2人いらっしゃるんだったら、まあ別々とかでも、うん、それか、まあこっちが1パチあるんで、はいはいはい、1パチは別に金色とかあるんで、エヴァとかあるんで、はいはい、打とうと思ったら打てますよ。あ、なるほど、打てなくはない。はい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 、うん、じゃあまあ一応最初はまあパチンコかつ、まあ U パチでしょうね。 U パチでいきましょうかね、うん、はい、多分一番無難かなと。はい、ということで、じゃあ再来週の差はね、はい、あ、まあ U パチでいこうと思いますのでね、はい、詳細はまたね追ってね、はい、しますのでよろしくお願いしますということでね、はい、ということで、新年一発目の放送はこれで以上と、はい、いうことで、はい、はい、じゃあまたね再来週、お会いしたいと思います。じゃあまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、バイバイ。